ははい皆さんこんばんこばです今日も、えー、一緒に勉強頑張っていきましょうということで、えー、ちょっとですねあの配信スケジュール遡っちゃってるんですけどあの今日皆さんにお伝えしたいのはウィーク2の、えー「ビジュアルベストプラクティス2」に相当するコンテンツを、えー、配信していきたいなというふうに思っています。 アートサイエンス・オブ・ビジュアル・アナリティクスというふうなタイトルがついているこの,あのセッションはですね、まあ、原案としてはあのタブロの,の APAC の,のエヴァンジェリストをしているマック・ブライラさんの,あのまあ話とかをもとにですね 考えさせてもももらったものなんですけれども、まあ、その後私もですねあのいろんなところでお話しさせていただいたりとかあとあの、まあ、実際ですね私がかつてやっていたタブロージェダイブートキャンプの中でですね、えー、8回にわたりですね皆さんに聞いてもらい今105人のですね卒業生の皆さんにも聞いていただいているコンテンツになりますが、まあ、これはですね あのまあ、このビジュアルアナリティクスの話っていうものをそのどの順番で持ってくるかっていうことが実はあの私がこのブートキャンプをあの、まあ、コンテンツとしてまとめるときに実は一番工夫したことだったりしたんですね。でこのビジュアルアナリティクスの話、まあ、その人はなぜ視覚化したものを使ってデータを見なければならないのかっていう、まあ、その根本的な話っていうのがあの どういうふうにその、まあ、どの順番で聞くかっていうと私とかっていうのはやっぱり、あのー、最後の最後に聞いたんですよねいろんな勉強をしてきてあの最後の最後に、まあ、そのあの出てきたのがビジュアルアナリティクスっていう話だったんですね。 であのただその自分自身をこう振り返るとそ,のそれまでまでにいろんなこうタブローとかの勉強をしてていろんな操作方法の勉強をしてきてで確かに最後に勉強してああそういうことだったんだっていう瞬間があったんですけどそれってでももっと別に早くてもよかったんじゃないかなっていう気がしたんですよね。 あのビジュアルアルナリティクスの話は大抵最後に出てきますあのいろんなのをやって最後の最後にいろんな操作を覚えて最後にこのビジュアルアナリティクスっていうのをやらなきゃいけないっていうそのなどういうのが最もその分かりやすい表現なんだとかそもそもなぜビジュアル化しなきゃいけないんだとかっていう話は最後の最後に出てくることが多いんですけれども、まあ、私のプログラムではですねそれをあえて手前まあ一番最初のところはストーリーなんだけどその次にもうボーンとビジュアルアナリティクスっていうのが 必要なんですとビジュアルっていうのはいるんだよっていうことを分かった上で技術を学んでいった方がスムーズに入れるんじゃないかなと思ったので、まあ、これを2番目に持ってきてるっていうような、まあ、そんな、あのー、形になっていますと。であのー それで今日はこの話をしていくわけなんですけれどもなのであのまあ実はですねこのコンテンツはそのまあ結構そのブートキャンプ終わった後にアンケートとかも取ってたんですがあの一番人気のコンテンツだったりもしてあの結構あの皆さんにとってもいいその内容になってるんじゃないのかなというふうに思うのでまあデータセーバーを目指すみんなは是非まあ絶対に聞いてほしい内容だしまあもしその別に目指してないけどっていう人もですね 聞いてもらえたらいいなぁなんていう内容になってるかなっていうふうに思いますではですね始めていきましょうアートサイエンス・ビジュアル・アナリティクスということでまあそのビジュアル・アナリティクスの世界にですねこうライブインしていきましょうということなんですがなぜそもそもデータをビジュアル化する必要があるんでしょうかっていうことをあのまずは考えてみたいなというふうに思いますなぜデータをビジュアル化する必要があるんでしょうかと それはですね実は人の脳がどのように働くか知っておく必要がありますっていうことでその人の脳の仕組みから考えていくとビジュアル化されてるっていうことがなでなんですねなのであのー、そういうあのな、ー、なんかそなんでそんなそのビジュアル化しなきゃいけないんだろうとか、まあ、なんかビジュアル化はし,した方が分かりやすいからって みんなな言うじゃないですすすかかした方がわかりやすいんですよでよもそのなぜ下から分かりやすくなるのかっていうのが説明できる人ってものすごく少ないと思いませんかだからみんなその,そのビジュアル化されてないものを求められた時例えばデータをそのいろんなビジュアルの方法を駆使して持っていって見せたらクロス集計表がいいとかって言われてしまった時に。 そのえっ、ー、ってななちゃゃうわけじゃないですかでもその「いやこっちの方が分かりやすいんです」って言っても「そんなことない私はテキスト表の方が分かりやすい」とかって言われたりすることもありますよね。でその時にその反論できないというかその人がそのなぜそのビジュアル化をしてないと分かりづらいのかっていう理論がちゃんとあるんですね。でそれを分かっていれば「そのいやこういうふうになってないと私たちは本当の意味でこれを理解することができないんですよ」っていう話ができますよね。 なのでそういうことを考える上でやっぱりそのビジュアル化はその脳の仕組みのところから本能的に理解されるものなんですよっていうことをあの皆さんには今日はお伝えしておきたいと思い,思いますと。でどういうことっていうとまずですねあのこんなの脳がそういうふうに動いてるんですか言われてもよく分かんないと思うのでまずはですね体験してもらいたいなというふうに思うんですけど、えー、簡単なゲームをしますと今ここに丸が何個あったか分かりますでしょうか まあ3だと思うんですよね。3個あったってすぐ分かると思います。じゃあこれはどうでしょうかこれ何個あったか分かる人いますか結構厳しいですよね。でもこれ、まあ、ちょっとゆっくり戻しますけど同じ黒い丸同じ大きさの黒い丸なんです。でもこれだったら3ってペって見て分かるけどこれだったら分かんないですよね。なんででしょうか不思議に思ったことないですか多ければ その理解するのに時間がかかる、えー、数が少なければ理解するのはすぐにできるって何か当たり前のことを言われてるような気がするんですけどでもどうして当たり前なんですかね不思議じゃないですかよく考えたら不思議ですよね同じ黒い丸なのになぜ3は数えなくても分かるのにそれよりもっと多い数になってくると理解できないというか数が何個あるか分からないんだろうっていうことです。 これが実はその脳の仕組みの部分でその明確に違いがあってあの数が少ないもので、まあ、大体うん、まあ、10個以内とか、まああのー、結構シーンとかにもよるんですけど 7+2 前後くらいの数っていうのはパッと見た時に数えなくても何個あるって理解できる数だって言われてるんですね例えば5個丸があったら5って感じだしっていうところですよね。でもそれより増えてていってしまうと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10っていう風に数えるという動作をしないとそこに物が何個あるか理解できないっていう風になっているんですね私たち人間の脳っていうのは数が多いものは数えなければ理解できない数が小さいもの、少ないものに関して言うと別に数えなくてもパッと見た瞬間に理解できるっていう特徴をまずは持っていますこれを踏まえた上でもう一つゲームをやってみたいんですけどこの中に3がいくつあるかわかる人 皆さん数えられましたこのくらいの時間をあげて数え切れる人と数え切れない人とあと数えたつもりで間違ってる人の大体3通りに分かれます。私このゲームをですね、まあ、いろんなところで何人もの人に向けてやってきたのでまあまあそこそこのデータを持ってると思うんですけど、あのー、これをパッと渡してあの数えられる人っていうのは、まあ、その場にいる人の そうですね数人うーん5%に満たないと思いますね。あのそそののぐらいの人しかあのそれに答えることがで何な,な,な,なら答えても間違ってたりするっていうケースもあるんですけれどもじゃあこれはどうでしょうかあちょっと進んじゃったこれですね、はい。同じ数字です。同じ文字列が並んでるんですけれどもこの中で3がいくつあるか。 さあ、もう皆さん分かったと思います。この中に3は10個あります。なぜこんなに簡単に分かったんでしょうか。同じ数字の羅列です。ただでも全然違う、決定的に違うことが一つありますよね。それはこの文字が赤くなっている、つまり3が赤くなっているっていうことです。 この文字が赤くなっているっていうのは、まあ、色相というその視覚属性が付いている付与されているわけなんですけれども上の数字は何も付いてないあの別に特に視覚的効果は付いてなくて下のものは赤い色が付いてるよっていうふうになっていて、まあ、たったそれだけのことで。 あのこれを質問するとですね大体会場にいるほとんどの人が10って答える、まああのー、まあ皆さん社員なんでなかなか10って言わなくてもうんうんうん10個10個みたいな感じですよねそういうふうになっているんですよねあのその前の段階とは桁違いです前の段階はなんかもうみんなこうやって首をかしげて「ん」みたいな感じなんですけどこれだと「おお」って感じで大体みんな10って数えてくれるわけなんですよね。 なので、あのーまあ、この視覚的な効果を使うっていうことが明らかにその人間の認知に対して影響を与えているっていうことが、まあ、この簡単なゲームを通して理解できるわけです。まあ、10の数なので数えなければ理解できないんだけれどもでも数えるっていう動作はものが多ければ多いほど時間がかかりますよね。 なので黒い文字の中に混ざっている3を探しながらあのどれが3かを考え,考えながら探すっていう数えるっていう行為はすごく大変ですけれどもこの場合は赤いやつだけもう見ているんですよね私たちは赤い文字になってる方は黒い方は見てないと思います浮き上がって赤が見えてるようにそういうふうに見えると思うんですけど赤いものだけを見て他のものは目から除外しているはずなんですねその中で赤いものだけを数えているので普通よりスピードアップして数えることができるということなんです まあこういうゲームをやった時にじゃあ,あの私は上の段の方でもみんながわからないような状況でですね素早く10個という3の数を数えることができたやったではないんですよねではないですなぜかというと私たちはなぜデータをビジュアライゼーションするんでしょうか皆さんがそのデータを 見て理解するみんなが同じゴールに向かってこのデータがこういうことを言っていますとだから私たちはこういう施策を打っていきましょうそれが私たちがやりたいことですよねだとしたら選ばれた人だけが瞬時に理解できるデータの表現方法なんてナンセンスですよねそれははっきり言って意味がありませんみんななが同じような 答えにそののデデーータタなんだだかからデータは何かの事実をあ表してるだけですよねそこからその次のアイディアっていうのはそれぞれのものになるけど少なくともその事象を理解するところまではみんなが平等にかつ素早く正確に理解できることが一番重要なんですだから上の方で理解できる人は確かにいるかもしれませんでもそれじゃダメなんですね下の方の視覚的な効果を使ってだってこれだけのことでいいんですもんみんなが分かるようにしてあげてよっていう話ですよね 視覚的効果っていうのは、こういう効果があります。誰もが見て理解できる、誰もが見て正確に素早く、まあ素早く理解できるから、正確に理解できるんですよね。っていう、そういう力を持っています。だから、みんな使わない手はないですよね、っていうことです。 色はですね、あの、ま、さらにですね、こういうふうな、あの、グレーと黒なんかにしたりすると、まあ、ちょっと色、四角属性の、まあのこう、あの、パターンをちょっと変えただけですけれども、やってることは一緒ですが、ま、さらにですね、色選びによって、よりはっきり見せることもできますよね。余計な筋を薄い色にして、3を濃い色にすることによって、よりはっきり浮き,ら浮き上がらせたり、まあ、この辺は、あの、細かなベストプラクティスになっていきますが、まあ、こういうですね、様々な手法を使って、え皆さんはですね、 えと視覚的効果を使いながらデータをみんなが平等に理解できる表現を模索していかなければならないということなんです。ビジュアルアルナリティクスっていうのは、えー、私たちの視覚能力を生かして認識を拡大するデータの表現方法なんですね。ということで視覚能力を生かして、えー、認識を 早めるっていうところまではなんとなく分かったかなと思うんですけど拡大するってどういうことかなっていうところですねえちょっと見てみたいんですけれどもこの数字ですがこの,あの後ろのブルーのマスのとこに入っているまあ細かな数字ですよねいろんな数字が入ってます。X X 軸軸とと Y X のと Y ののの列列に様々な数字がいいっぱい入っぱ入てるんですけれれどもこれをその、えー 集集計計すするあるるあ方法で集計する一つは平均一つは分散でそれぞれ x と y を計算するとほとんど同じ値が出てきます。なので1から4のパターンっていうのは同じ事象であるっていうのがその集計結果における答えになります。でも本当にそうでしょうかということでこれを ビジュアライゼーションで表現すするととこうなります X Y をそれぞれ、えー、縦と横にプロットして、まあ、相関関係を見る、えー、散布図を作ってみるとこうなりますと確かに斜めの傾向線は同じことを言っているので傾向として同じかもしれないように見えますけどでもこれどうですか皆さん同じに見えますかドットのこのこ分布を見た時に 全然違いますよね。この1から4のパターンっていうのは全く違うものを表しているように見えますよね。一つ目のマスはえっ、ー、とまあ、基本的に x はずれないと縦ブレだけが起こる。y だけがブレるようなものなんだけど、一点だけ外れつ的に x がちょっとちょっと外れちゃった。やつが出てきたっていう事象ですよね。次のやつはもう斜め一直線です。なので、基本的に x と y はの。そのすごい。綺麗に直線になるように。 あの決まった値なんだけど外れ値が1個ありますよでのが2個目ですと次は放物線を描くような形でこれだと場合だと、あのーまあ、X が上がっていけば Y が上がっていくっていう基本的な流れなんだけど、えー、X が10を超えて11あたりになった時からちょっとその Y が下がり始めるようなそういう傾向にあるよっていうことが言えますよね最後のやつは基本的に、えー、と X が上がれば Y も上がるけど、まあ、多少のばらつきがあるよっていうようなそういう あの図になってると思うんですけれどもこれ4つのパターンって全然違いますよねこの絵で見た時に。でも集計と平均えすいません、えっと、分散と平均という計算方法を使ってただその数字だけを見た場合それは全く同じ事象として認識されてしまうんですねそれってとてととも危ないことですよね。本当は全然違うものを集計結果のテキスト表だけ見て同じだねって判断するってことなんです。 なのであのビジュアライゼーションは実はそういうふうに私たちの認識を拡大する,方法でもあるんですなのであの私たちはですねその隠されている、まあ、そのデータの、まあ、その裏側に何が起こっているかそういうものは決して数字の表だけでは得られない必ずビジュアライゼーションも一緒に使っていかなければえ理解できない瞬間できない理,理解できない事象っていうのは絶対に存在しています。 なのでこのビジュアル化のですね表現方法を使って、まあ、その時々あったものを適切に選んでいく必要があるわけなんですね。ということでデータをですねあの、まあ、見るためには、まあ、このチャートを使いますがチャートというのは数字を楽しく表現するためのものと感じ考えることは間違っています。 もちろん綺麗なんですけどチャートはでも綺麗だから使うんじゃないです私たちはチャートを綺麗だから使うのではなくチャートはあくまでも理解するためのツールとして使うなので必要だから使っているんですね。ということでしっかり使っていきましょうということです。 とというここででですすね、ね、のの前段のゲームを通してです、ね、簡単なゲームを通して皆さんはですね、まあ、このビジュアル化をする必要性についてえしっかり感じてもらえたんじゃないかなというふうに思うんですけれどもじゃあこの次からはですね、ビジュアルアナリティクスのプロセスに入りえさらにですね、後半にはビジュアル化のベストプラクティスとしていくつか具体的な例を紹介していきたいと思います。 ビジュアルアナリティクスのサイクルはもうあの皆さんにはですねあの最初のストーリーテリングのところでもお話ししましたがこれはとても大事な話なのでもう一度しておこうと思います。タスクがありデータを取ってビジュアルマッピングを行いデータを見てインサイトを得てアークトシェアしていくというのがビジュアルアナリティクスのサイクルでしたよね。このタスク が忘れられららてはならないといととうことを、えー、最初にもお話ししたと思いますが、えー、私たちはそのデータを見るときにはデータを見るから見るんじゃないデータを見たいから見るんじゃありませんと売り上げ上げたいんですかサイトアクセス伸ばしたいんですか在庫を減らしたいんですかさまざ、あ、まなタスク、まあ、自分で。 選んだタスクに対してその課題を解決するためにデータを取りエビジュアルマッピングを行いデータを見てインサイトを得てシェアしていく、まあ、この一連の流れがあ,のあったということですよね。そしてその中心にいる人間の間にある矢印これも非常に重要でした。 データを取ったりビジュアルマッピングを行ったりっていうのは常に行ったり来たりやり直し反復が絶対に起こらなければインサイトにたどり着けないはずなんです。なので、えー、皆さんはですねそれがたやすくできる、まあ、その手を手に入れなきゃいけない、まあ、その手というのは皆さんの生の手ですと、まあ、データを取ったりそのビジュアルデータの,その数量の大きさをビジュアル化を自分のハンドライティングでやるっていうのは まあ不可能ですのでタブローのような道具を使って皆さんの,その手を伸ばすような感覚でですねデータを見てもらう必要があるということでした。ということでビジュアルアナリティクスのサイクルですねあのこれはまあおさらいになりますがあの本当に大事なあの考え方なので絶対に押さえておいてくださいデータを取ってきてビジュアルマッピングを行いデータを見てインサイトを得てエアクとシェアしていってそのデータの結果をですねどんどん生かしていくということです。 で、今日その特にフォーカスしていくのはこのビジュアルマッピングのところですね、えー、データを、あのー、マッピングチューズビジュアルマッピングのところで、えー、データを見ていくというところになるんですけれどもそのなぜビジュアルマッピングを行わなければならなかったのかっていうのは、まあ、さっきの通りですねというところであのデータをそのビジュアルマッピングを行うことによってより素早く正確に理解できる。 可能性がより高まるとというこなのでそのの使使いいいままししししょょうううとととっっかりてき話ででたなこのビジュアルマッピングを使っていくんですけれども、まあ、このビジュアルアナリティクスのサイクルの中で、えー、選ぶそのビジュアルマッピングそのどのビジュアルマッピングを選ぶのかっていうその選び方の部分をまずはちょっとその基本のところをお話ししていきたいなというふうに思っていますどうやってそのビジュアルマッピングを選ぶべきなのかっていうことですね で資格を簡単に行えなければならない理由についてもちょっとお話をしておこうかなと思うんですがまあ資格が簡単に行えなければならない理由というのはあのすみませんちょっと戻りますね。 間違えて済んじゃった。えっ、ー、と、なぜ資格が簡単に行えなければならないのかという理由については、まあ、そのタスクの欠落を防ぐためということです。あの、タスクの欠落っていうのは、あのー、まあ、タスクが忘れられてしまうっていうことですよね。あの、世の中ではやっぱりそのデータの、その、まあ、分析プロジェクトなんていうのは種々ありますけれども、まあ、そのデータのプロジェクトっていうのが、あのー、いつの間にかそのデータを分析することがタスクになってしまったりするっていうことが、まあ、まあまあ。 あるのなぜかというとそれはまあいちいちデータを取ってくるのが大変だとかビジュアルマッピングを行うのにものすごい専門知識が必要だったり時間がかかったりするとなんかそのデータをビジュアル化するレポートを作るデータを取ってくるところとかそういうところがいつの間にか仕事になってしまって「本当は私たちこれ何でデータ見てたんだっけ?」とか。 いう話になりかねないと売り上げを上げたかったんだっけないやサイトのアクセスを伸ばしたかったんだっけなとかって話になっちゃうと、まあ、ちょっと本末転倒感があるわけですね。でそういううい結果の中ででですねあのデータ分析プロジェクトどうなっったたんでしたっけとかって言われた時にあのデータ取ってくるのが自動化できました以上終了みたいな感じになってでっていうのそれであのなんか業務でいいことあったんだっけってなった時に答えられないと。 いうことになってしまうので、あのー、その一つ一つのプロセスは簡単に行えなければならないよというところでしたね、はい、ではですねそのチューズビジュアルマッピングを考えるにおいてその記憶とあのプロセスの話をしていきたいなと思うんですけれども、まあ、この記憶とプロセスっていうのが あのどういうものかっていうとその私たちのその実は脳っていうのはその認知をする、まあ、記憶人の記憶っていうのは大きく3つに分けられてるっていうふうに言われてるんですね。1つは一番上の段センサリーメモリーで2番目がショーターンメモリーでロングターンメモリーという3つの,あの記憶に分けられているっていうことなんですね。 であのー、ショートターンメモリーとセンサリーメモリーこのめじすごく短いスパンで記憶している記憶っていうものと、まあ、長い記憶っていうのがあるんですけれどもこのセンサリーメモリーっていうのはまあなんか記憶っていうとちょっとなんか。 覚えておくことみたいな感じになっちゃうんですけどどっちかっていうとなんかこう反射みたいな感じです本能的な反射みたいなのでまあこれ2 0 0か,から5 0 0 m s って書いてあるけど本当に瞬間ですよね例えば歩いてて道を歩いてて向こう側から人が来て普通なんかこうシュッて避けますよねなんか板から避けるとか、あのー、瞬時に反応できると思います。こういういにその なんか別に考えてるわけじゃないけど無意識的にパッと反応できるようなそういう記憶の部分のところをセンサリーメモリーというふうに呼びますと。で、えー、ここはすごくその本能的な部分というかあんまり人によって差がないですと基本的に同じもので反応しますというのがこのセンサリーメモリーです。次がショートターンメモリーでショートターンメモリーっていうのは今まさに自分がその脳の中で考えていること。 っていう感じで、まあ、そのセンサリーメモリーで受け取った情報をもとにいろいろ判断したりするのもこのショートタームメモリーですと。でただこのショートタームメモリーっていうのはすごく頭のいい部分高速に回転してあのとってもあのよく働くあのいい場所あの偉い場所なんですけれども。 ただ、あの、そんなにたくさんのもの一気に覚えておけないんですね。ショーターメモリーっていうのはそんなにたくさんのもの一気に覚えておけませんということで、まあ、ここには、ティピカリアラウンドセブンアイテムって書いてあるけど、まあ、これは、あの、覚える内容とか、シチュエーションによります。なぜかっていうと、例えば数字の羅列を覚えなさいっていうのと、あの物語を覚えなさいって前やりましたよね。ああいうので全然違ってくるので、その、一概に何個とかっていう決まってるわけじゃないんですけど、あの、シチュエーションとかね、焦ってるとか、そう、あの、言ったりしてるとかっていうシチュエーションでも変わってきちゃうんですけど、まあ、そんなに、 そもそもたくさんのものを覚えておけないけどただ今まさにその考えている時に使うっていうそういう時に使えるのがこのショートタームメモリーですよっていう感じですとで最後はロングターンメモリーでまあこれはなんかもう本当に皆さんが想像する記憶に一番近いんじゃないかなと思うんだけど思い出みたいなものであのまあそのたくさん覚えてられる人によって覚えられる数も違うしそのどのぐらい覚えられるかっていうのも違うんだけどまあ過去の記憶とかを しまっているののがこのロ,ーロングタームメモリーになりますとでロングタームメモリーっていうのはあの、まあ、人によって何を記憶して何を忘れていくかとかってまた難しい話なのであ,のあんまりそのビジュアルアナリティクスのところでこのロングタームメモリーを あのフォーカスすすることとっていいいうのはは基本的にはないと思いますビジュアルアナリティクスのベストプラクティスの中ではこのセンサリーメモリーとショートターンメモリーという短い瞬間で反応する記憶をどれぐらい有効に活用できるかそれぞれの役割をうまくそれぞれの特性をうまく生かしてえどう見せていくかっていうところがポイントになるのかなというふうに思います。 でショートタームメモリについてちょっと考えてみたいんですけど、まあ、ショートタームメモリの、あのーの、まあ、ちょっと使い方についてですねあの少しちょっとまたここでもゲームというかやってみたいと思うんですけれどもこれ筆算ですと、まあ、筆算って言うじゃなくて、えー、2桁の計算ですとどうですかこれ皆さん暗算で計算できます2桁の計算 まできるよって人とできないよって人がいると思います。私はできないと進んできないですという。とか面倒くさいからやりたくないです。っていう感じなんですけれども、あのー、この計算がそのなぜめんどくさいかって考えたことありますか？皆さん、私はこれを見た時にそのなぜめんどくさいのかというと3。4かける。2は超簡単じゃないですか？6。8で一瞬で計算できるんだけど、その次からなんですよね？ 34×7 ってなると、あのー、4×7 の時点で桁が上がってそれを記憶しておいたまま 3×7 をやってそれを足さなきゃいけないみたいなことが起こってでさらにそれを桁1個ずらして最初に計算した68と足してとかってやると覚えておくものがどんどん増えるんですよね。だから計算式ってその2桁以上の計2桁同士の計算とかって面倒くさいんですよね。 まあもちろんそのこういうのを暗算で早くやるための技って多分このやり方じゃないんですよねもっと別のやり方をやる今私まさにその筆算をするものをあの筆算で考えるあのやり方を頭の中でやろうとしてるからものすごい苦痛なわけですとじゃあ筆算でやりましょうと筆算でやるとなんで早いんでしょうか全く同じ計算をしてるんだけれども早いとなぜ早いんでしょうか であのー、これはなぜ早いのかというとその筆算をするとあの私はその68っていうのを一度計算したら書きますよねそこに68って書きますとで書くからもう覚えとかなくていいんですそのショートダメモリーからピュッて消しちゃっていいんですね消しますで次に 34×7 っていうのもやりますとだんだん 4×7 をやりますねでそうすると、A、28ですねとで、A、8で8で でまあ、今ここには書いてないけどなんならちっちゃい2って書,きたい書いたりしますよね筆算の時って。で最後 3×7 やってでそれをそこに書いたら2と足してってやるから1個1個の計算は全然難しくないんです。4×2 も、えーまあ、34×2 も 4×7 も 3×7 も1個1個はもう自分が完全に覚えてるものですごく簡単に計算できるんだけどその組み合わせになってくると覚えなきゃならないものが増える。なのののでで私の短期記憶がですねどどんどんその 記憶っていうそのものそのそ記憶っていうかその一度計算した結果を覚えておく要領でつ潰れていくんですよね。で残ったスペース余ったスペースで残りの計算をしなくちゃいけないっていう風になってくるとどん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 要領が圧迫されていくような感じですよね。だからそのあんまりたくさん覚えられない7個くらいまでしか覚えられませんよっていうその量がどん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 減ってっちゃうわけです。だから遅くなっっちゃったり 時間がかかっ、あの、まあ、分かんなくなっちゃったり、間違えちゃったりするっていうことなんですね。でも、紙をこう、に書いちゃう。外に出した私のその知識を外にペッて出しちゃう。で、次の計算に行くっていうふうにすれば、一回そのクリアされますよね。そのメモリーはもう、シュッと、その短期記憶の分は、ショットメモリーの分は開くんですね、ガラッと。だから、別にそれで楽に計算できるわけですと。データビジュアライゼーションでも全く同じことが言えるはずです。とにかく 余計な記憶をですねその詰めておかないその見てわかるようにしておくっていうふうにすれば考える方に集中できる今回の場合はタスクは計算ですので計算に集中できるよっていうふうになるわけなんですねまあこのようにあの短期記憶っていうものを有効に使うにはその外に出しちゃう,もう見える形で置いておくっていうのがまず一つあのアイディアとしてありますとでよいしょ でこれがですねあの、まあ、暗算とその筆算で計算するやり方だと、まあ、大体ですね、あのーまあ、5分の1くらい違いがあるんじゃないかって違いがあるというふうに言われてるんですけれども暗算で計算するよりも筆算で計算した方がやっぱりその書いてしまう分書いてる時間があるはずなのにそれでもやっぱりその記憶を自分で置いといてうーんって悩まなくていいのでより早く計算できるというようなそういうことなんですね。 まあこれはあのちょっと筆算ってのはまたなんて言うんでしょうねあのまず小学校の時かなぐらいにやったかなぐらいのまあ大昔の話だと思うんですけど例えばじゃあ今の,あの皆さんのですね日常的なあの生活の中で思いをはせてみるとですねあの例えばあのそうですねいろいろこう作業してた時にちょっとちょっとと上司の人に肩叩かれてですねこれやっといてとかって。 言われたりするとあの今せっかくこれああだこうだこうやっていろいろ考えてたのがこうその上司の依頼から依頼がシュッてこうショータメモリーに入ってきてですね今考えたことなんだったっけとか、まあ、あの人と話しててですねあのこうなんか差し込みが入った時に今何話してたっけとかってなったりとか、まあ、そういうような感じですよねっていうようなことがまあ普通に起こりますよっていうことなんです。 でまあ、このショートタウンメモリーをどううまく使っていくかなんていう話は実は私たちは普段ん日常的にあのよく使ってるようなこともあると思います。例えば会議の依頼があって、まあ、決めましたと会議の時間それから場所、えー、誰とやるとかっていうのは皆さん決まった瞬間に何します まあ今だったら皆さんカレンダーアプリですねアウトルックとかグーグルとかまあ皆さんそれぞれだと思うんですけれどもそういうものに絶対登録してますよねでそれなぜかっていうとあの自分が忘れないようにするためその会議そのもののことは忘れないにしてもいつだっけとかまあ,あの絶対どこだっけとか覚えてないと思います会議室の名前なんてその時に分かればいい,そのい,いことであって。 覚えてないと思うんですねでももし私たちがそういうその外に自分の記憶を外に出しておくためのデバイスを持ってなかったらデバイスというかそ,のそういうものを持ってなかったらどうでしょうかとあの例えばその会議で何を話し合ってですねえ何をそのあの皆さんで,ですね議論するかっていうそっちが大事なんですよね。 でもそののの会議室の場所っていいうのは全然大事じゃないわけですですも私たちの大事なショートタウンメモリーが会議室の場所を覚えることでいっぱいいっぱいになってしまっていたら、まあ、私たちはそもそも1週間に何かも会議できないでしょうし、あのーまあ、その会議でやる内容よりも誰とどこでやるんだっけっていうことばっかり考えてです、ね、その場に行ってやっとそこで考え始めるみたいな非常にもったいないことになってしまうわけですね。なので本当に大事なことを考えるために実は私たちは自然にそういうテクノロジーの力をもうすでに。 使っていいるんでですなのでそういう外に出された知識ですねあの外界の知識なんていうあの呼ぶような言い方もありますけれども私たちはその自分たちの持っているその知識をですね出せるものは外に出して見える形にしておくことでさらにその理解を深めていく自分の中から外に出してその外に出たものを見てさらにこう理解を深めていったり、まあ、よりあの有意義なあの時間に使ったりすることができるようになっていくわけなんですね。 とということで、でより積極的にですね、出せるものはその頭の中で考えなきゃいけないものだけを残しておいて出せるものかけるもの見せればいいものっていうのは積極的に外に出して置いときましょうっていうような、まあ、そういう考え方をするといいんじゃないかなと思います。まあ、幸いにして今は技術のの進歩のおかげで、 さまざまなものがあの非常に簡単に置いておけるようになりましたよね。容量も全然気にする必要なくなりました、そういう IT のデバイスなんかはね。まあ私も今ですね、あのちょうど iPhone、えー、新機種編しましてですね。 また2倍の容量になったんでたっぷり保存できるんですけど iCloud にそろそろ全部移行しようかなと思ってるんですけどそうすると 2T にな,なっちゃうんでね <laughs> あのかなり大変なことになりそうなんですけど今もうね 200GB がいっぱいいっぱいになりそうなんでねやばいっすねまあそれはちょっと余談なんですけどまあとにかく安くですね大量のデータ,データっていうのがすでにもう置いておけるようになってるんだからまあその 自分がですねその,自分の記憶自分のショッタートメモリーを助けるためにいろんなものを外出しにして見て自分の記憶を引き出せるようにしておけばいいよっていう話なんですね。でじゃあまあこれまではそのな例えばそのブレインスソーミングをしますよなんていう時に、まあ、こういうのもやっぱりあの 一種その外出しにした知識を見て理解を深めていくプロセスの一つだと思うんですけど皆さんいろんなアイディアがあってわーってやる時にただ口でバーってこういうアイディアがあるこういうアイディアがあるアイデアがあるっていうのだけやると発散して最初に何話したのか忘れちゃうからみんな大体ホワイトボードに文字を書いてメモしていったりとかまあ,あるいは付箋使ったりしてその場で考えたものを一回外に出しますよねで出して自分もそうだし周りにも見える形に出していきますよね。 これれれれがそののののの書かたたたももも外に出ささアウトトプットされたものの力ですなので自分の単なるアイディアその想像自分の内から出た想像から来るアイディアっていうものは、まあ、それを私たちはこれまで文字という媒体を使ってまあ表現してきたわけです。なのであの文字を使ってですねそういうものを表現してきたわけなんですけれどもなんで紙とペン、まあ テントです、ね、まあその書くものまあホワイトボードでも紙でもいいですけれどもまあそういうものが必要だったとなのでそれはあの、まあ、これもまあテクノロジーの意思ですよね私たちはあの手で指で書いたって消えちゃいますよね指で何かを書くことはできないですよね、まあ、そのインクでもつけない限り、まあ、つけてもしかもうまく書けないと思うんですけど、まあ、鉛筆と紙というものを使ってさらに文字というものが書けるようになってる訓練されて文字というものが書けるようになったことによって で初めてですねそういううことができるようになったのいろんなアイディアを書き残しておくことができるようになったわけですとでそこに至るまでにその文字を書くようになるまでに皆さんどれほど練習を積んできたでしょうかたくさんのですね練習を積んできたのではないかなと思います。例えば あという文字を書くために今私は「あ」を書かなければならない「あ」ってどうやって書くんだっけっていうようなそんなことを考えながら「あ」を書く人はいないと思います。もう自然に自分の頭の中で、ね、浮かんだ言葉が文字に無意識的にですねこの「あ」という文字を書くあいうえをまあ「あい」でも何でもいいですけどまあそのそういう ものにのその完全に自分に身についた。そういう技がですね。道具を使った技が自分の身についてるようになって初めて。そのそこで。 書いたものに集中することができるアイディアに集中することができるもう今皆さんそこは無意識の境地になってると思うので意識したことないと思うんですけれども人とブレインストーミングして文字を書くときにそのもなんていう風に書くんだろうって意識しないですよね例えば外国語とかって考えてもらうとちょっといいと思います外国語だとこういうこと言いたいんだけどなどうやって書くんだろうって悩みますよねあの状態ですあの状態になるとその一つ一つのその言葉っていうものを 出すのにものすごく時間がかかってしまうし書くのも大変なのでえ結局ですねそのたくさんのアイデアを出し切ることがすごく難しくなってしまうと思うんですよね。よりその言葉を出すす方にタスクが集中してしてまうからですなのでそのフローの状態に乗るそのアイディアを持ってそのフローの状態に乗ってどんどんそのアイデアがこうどん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 こう膨れ上がって出てくるようなクリエイティブな状況になるには完全にその技が身についてないと 下ない上下ないってことなんですねつまり、まあ、あの皆さんですねあのこの動画を見てる方はほとんどがタブロの技術を学びたいと思っている方だと思うんですけれどもデータを見るには途中でも言いましたが手でハンドライティングでデータを視覚化することは不可能ですよね。どの大きさがあの繰り上げがどのぐらいの大きさかなんて自分で書けないですよね。そんな何センチとか測ってこのぐらいの割合でとかってやってられないですよね。なななのので新新たた道道具具がが紙とペン以外の新たな道具が 必要になってしまったんですねあタブローに限らずですねいろんな道具が、まあ、世の中にはあるかもしれないですけれども、まあ、少なくとも限りなくそれにんでしょう限りなく水分の手に近いデータを見る道具として、まあ、タブローのようなものがありますが、まあ、そういうものをあの使ってそのデータを見てインサイトを得ていくプロセスの中ではあのなるべくですね無意識でその無意識で これ私どこに置いたらいいんだっけっていう状態にならないぐらいまで自分のものになっている状態に行かないと、まあ、なかなかフローの境地にはいけないよっていうのがまず一つあると思いますまあもちろんですねタブローはそのいきなりそんな全然難しいことばっかりってなると挫折しちゃうのですごく簡単な操作だけでもある程度のインサイトが得られるようにできてますただし 必ず前に進む中でもっとこれもここまで分かったんだから次これやりたい次これやりたいってなりますよね皆さん。でその時にやっぱり技がないとあのそれ以上先に進めないし深いそのフローに入れない深いフローに入っていけない結局ここから先はできないんじゃないかじゃあもう手上げだねってなっちゃうわけですよね。なのでデータを見るためにこのタブロという道具を皆さんに使ってもらうわけなんですけれども。 それでフローに乗るためにはあの厳しいことを言うようですが自分の手のようにですねその意識しなくてもこれをどこに置いたら何が起こるっていうことが、まあ、理解できるくらいまで持っていかないとまあ少なくともセイバーにはなれないですねみんながみんなそうなれって言ってるんじゃないですがあのそうなってた方が楽しいです間違いなくあの自由にその絵を描いて上手い人いいなと思うじゃないですか、まあ、あんな感じに近いかもしれないんですけれども あの美しいいいい言葉を操る人もないいなと思うじゃないですかまあそれに近いと思うんですが、まあ、もちろん簡単なところでねいろいろマスターしていくのもいいんですけれども本当に深いフローに入りたいと思ったらやっぱりある程度技を特にその自分の使う技がですねあの瞬時に自分の,その手からスッと出てくる考えなくても出てくるような境地に至っているということは非常に重要なポイントになると思います。ということでビジュアルアナリティクスのサイクルの中でこの「まあこの「 あまあ、間です、ね、その簡単にこう操作をしていっていろいろ見ていくというところの大事さまあショートタンメモリーをですね上手に使うためにはいろ、まあ、んなことをですねこう外に出しておいて見て、えー、見るというところが重要だよという話をしてきましたと。 でまあ、データの世界で言うと、まあ、このクロス集計表っていうのがあって、まあ、これはよくそのデータの表現方法で使われますけれどもこの表現方法自体は、まあ、これもそのビジュアルマッピングの一つです別にあのこれあのビジュアル化されてないものじゃないですね視覚、まあ、属性は入ってないけれどもあのビジュアル化された、まあ、数字としてビジュアル化されたものですとこれはこれでねとてもいい表現方法なんです。例えばその質問が タスクがですねこういう質問だった時アプライアンスオフィスサプライズの中のアプライアンスの、えー、アジアイーストにおける利益はいくらですかという質問をされた時19万362円ですと非常にシンプルですよねクロス集計なんでこうクロスして探せばいいそういう質問に対してはとても適切な表現方法と言えます。 なので、あのー、クロス集計表っていうのは比較するんじゃなくてえこれをスペシフィックに特別な値を特定の値を見たいっていう時にすごくいい、あのー、表現方法なんですけどでも、あのー、多くの人がててここれでで片付けようととしていることが問題なんですねそういう質問に対してこれを出してくるのは全然いいんですけどでも本当はいろんなことがやりたい例えばえこの中で赤字になってしまっているものはどれなんでしょうかという質問。 だとししたたらら私たちははこれのの中から探し出すのは非常に困難ですよ、ね、まず小さな小さなマイナスの記号を探してそれがどこにあるかっていうのを探していくわけなんですけどなかなか全部見つけられないし全部見つけたのかもしれないけど全部見つけたのかどうかもわからないっていう状態になっちゃいますよね。だからすいません戻っちゃいましたね。こうするんですね。文字を赤くしてあげる。それだけで、えー、あこういうふうにその赤字が分布しているんだっていうことがわかります。 家具ととオフィスサプライズ以外にには赤字ががないっていこすすぐにわかりますつまりテクノロジーは優秀利益が赤字になってるものが一つもないっていうことですね。でさらにいくと、あのー、まあそのオフィスサプライズは3つで、えー、ファンーニチャーが2つっていうところとかあとその地域特性としてはないというのも分かりますよね。というのもそのある商品において赤字だったら全地域で赤字であるっていうことです。その ある特定の地域だけ赤字とかなんじゃなくてえ全ての地域で赤字になっているっていうことがわかるっていうことですよねそういうのがわかりますただじゃあこれで次の質問としてじゃあ結局そのどこが大きく赤字を出してしまってるんでしょうかっていう質問に対してとかあとどこを注意すべきあのー、まあ商品なりけ地域として見ればいいでしょうかという話になると まあよく見るとラバーバンドとかっていうのは確かに赤字だけど69とかそんな程度なのでこれをそのものすごく問題視するべきなのかどうかとかっていうのがよくわからないわけですよね。なので大きさがわからないその文字の,あの色で赤い色の位置で私たちはそのどこが赤字なのか分かりましたけどどのくらい赤字なのかっていうのがこれだとわからないですねその数字を見て解釈しなきゃいけない。じゃあこうしましょうかということで。 えさっきそのオフィスサプライズのいくつかはそもそも利益がものすごい小さかったのでグループ化してまとめられているとでそうするとそのまとめてしまうと実は赤字のところはないと相殺されて赤字のところはなくなっていて、えー、代わりにファンリーニチャーの方は全部、あのー、残ってるんですがあの赤字のやつがあるとで売上に対して利益をあののせ色で載せているので利益が悪ければ悪いほど赤という形になってますが売上が大きいにもかかわらず利益が 赤字にさっきの、あのー、ラバーバンドとかが含まれていたのはストレージオーガニゼーションっていうところに全部まとまっちゃってますけれども、まあ、そこなんていうのはあのー、売上規模もほとんどないし、まあ、合計すれば利益は一応プラスになってる他のところとあんまり変わんない、まあ、ちょっと少ないかなぐらいな風になっているのでそれよりそ,の、まあ、そこもなんとかいつかはしなきゃいけないと思うけど少なくとも今注力しなきゃいけないのは。 テーブルですよねと全地域でこんなに大きな売り上げを出してる売り上げ規模という意味で言うと、まあ、第2位ぐらいのほぼ最大に近い規模の持った、えー、テーブルが大きな赤字を出しているっていうことを早急になんとかしなきゃいけないよねっていう、まあ、あのアクションにつながるインサイトですよね。というように、あのー、その質問に合わせてて変えいいかなきゃいけないここの,あの最初のクロス集計表だったらそのどこ の数字をじゃあどこがあのまあそのだからペーパーの、えー、アジアイーストの利益とかあのペーパーの、えー、APAC の利益はいくらなんですかとかそういうその一個一個見たい時ねそういうのはとこれでよろしいとただ、えー、どこが赤字なんですかっていうんだったら色とかをつけた方がいいしどのくらいの大きさで赤字なんですかとかどこに問題点がどこを注力して改善すべきですかという質問には、えー、さらにですね うくいいということになります、はいまあさらにねあのタブローの場合はツールヒントでね細かいとこも見れるよねっていうところでちゃんと細かい数字も必要な分は見れるよねっていうことですね最初から見なくても後から終えますよっていうことです。 とということで記憶とプロセスの力を十分に発揮しましょうということでセンサリーメモリーですね見てすぐに分かるものを使ってあげることでショートダウンメモリーを有意義な考察の方に振り向けていくことができる、まあ、これを、あのー、常にやっていくことが重要ですよということで、あのー、見て分かるようにしておくことそしてその分そのショートダウンメモリーを考える方にどんどん使っていきましょうねということです。 でまあシンプルにですね読まなくていいものは読ませないということです見てわかるようにしてえさらにですね覚えなくていいものを覚えさせないことによってえ脳のの力を試作の方にどんどんん振り向けていいきましょうねというねととこでですで次にですねあのビジュアル化のベストプラクティスのセクションに入っていきますがここではですねあのどのようにビジュアル化を行っていけばいいかというところの具体的なお話をしていきます。 でここではですねあの先ほども出てきた3つの記憶とプロセスの中のセンサリーメモリーをどう反応させるかという話をしていきますここまでの間でまあそのショートタウンメモリーがどれほど優秀であるが、まあ、しかしあんまりたくさんのことを記憶することができないなかなかわがままちゃんなんですねわがままちゃんといいますかねあのー なんいうかそういったあのメモリーだということが分かっていますので、まあ、そのショートタームメモリーに生き生きと動いてもらうためには考えなくても反応できるこのセンサリーメモリー本能的に反応する部分であるこのセンサリーメモリーを上手に働かせてあげるその部分ですね冒頭でやった色のゲームなんかもそうですけどそのセンサリーメモリーの部分を どれだけ使わせるかそのセンサリーメモリーがサボらないようにするっていうことですよねセンサリーメモリーをフル活用してあげることによって相対的にセンサリーメモリーじゃないショートウンメモリーねショートタウンメモリーの使う分量はその認識の部分では減るはずなんです減ったその分で考察をする別にショートウンメモリーもサボれないんですけどあのショートウンメモリーはねサボりません人間は生きてる限り考え続けてますのでサボりませんからあのセンサリーメモリーの方にそういうそのまああの 考えなくてもいいようなことっていうのはさっさと任せておいてショートタンメモリーを動かすためにこのセンサリーメモリーの動きを理解しましょうっていうのがここでのセクションになりますショートターンメモリーはですね実はプリアテンティブというものに反応しますプリアテンティブなものに反応しますプリアテンティブってなんぞやというところなんですがあの一応ですね日本語訳を調べると全注意的なっていう訳が出てきます まあ、あの厳密にはきっと違うからこういう役がついてるんでしょうけど、まあ、私はその無意識なとかっていうふうにあのなんとなく理解してるというか、まあ、そんなもんだと思ってますが、まあ、注意的なっていうのがその自分が意識的に理解しているっていうあの自分が意図してですね動かしているっていうそういう部分になるんですけどその前なので「全注意的な」なので。 あの自分では意識をしていないうちにっていう意味です全注意的なこれはプリアテンティブですでプリアテンティブアトリビュートっていうのがありますこれは何かというと私たちのそのセンサリーメモリーっていうのがあの働くために使われる使える視覚的な属性なんですねこの10種類を使うと私たちは考えなくても瞬時にこれを見て ななんんかここの要素ととしてて理解すするるがでできるっていうことなんですつまりここで言うと向きが一本だけ違うのこれすぐ分かりますよねあ向きが違うとか幅が違うとか長さが違うとか囲いがついているサイズが大きい小さい形状が違うえ色の中では色相が違う赤や青とかってことですねそれからサイドが違う薄いとかっていうことですねでも違いますと。 で空間グループっていうのはその集合体があってこれ面白いんですけど空間グループって面白いんですけど3つのグループに見えますよね。なので、えー、あのバラバラなんかこう集まってるちょっと離れてるっていうそういうその空間的なグループ化によって、えー、分類分けができると。でさらに位置ですね、えー。このドットの位置がどこにあるかとかっていうのは位置が違うとかっていうのもすぐに理解できますということでこの プリーアテンティブアトリビュートっていうものが皆さんのその脳のセンサリーメモリーにパッと反応する視覚属性なんですねつまりこれを使うことによって、まあ、あのこれをうまくですねこれをうまいこと使うと私たちはショートダウンメモリーの容量をすかせて開かせてもっと考察に使うことができるよっていうことなんですこのプリーアテンティブアトリビュートはまああの 大体ですね、あのー、これなんかパワポの動きはちょっと悪いんだよね。よいしょ。あれ。おちょっと、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 すみません、ちょっとい、いき過ぎちゃいましたね。はい。 プリリアアテンテンィブアトトビュート、まあ、この10種類なんですけれども、まあ、大体ですねあの、まあ、ざっくり3つのくらいの分類その中でも3つの分類に分かれていて、まあ、形フォームに関するものそれから色に関するもの、まあ、ポジション位置に関するものっていう、まあ、そういった分類で分けることができるんですけどこのプリアテンティブアトリビュートっていうのをあのとにかくですね 使使っっっててていいいいいきまししょょうっていううととくでことなんですね、まあ、これは別に脳科学の分野でいろいろ研究されているのでいろんなところで出てくると思いますまあその調べなきゃ出てこないと思うんですけどこういうの結構ありますと。でまだまだ研究中の分野なので諸説ありですとこれ今10種類で出してますけれどもあの7種類のがあったり12種類のがあったりとかまあいくつかちょっと違うのもあるんですけどおおむねこんな感じですということで。重要要なのはこういうい素を あの使ってそもそも視覚属性が成り立ってるよっていうことを理解するっていうことなんですね。でこれを分かっておくとあの、まあ、要は一つ一つのののチャートっていいうのもこれの組み合わせに過ぎないんですねだから例えば棒グラフって長さと位置で表現されてるってことですよね。まあ、そういうふうに理解していくとよりですね視覚属性であのいろんな表現がその逆説的なんですけどそのチャートの種類をわんそか覚えておくよりこの10種類を 完璧に記憶しておけばあのその組み合わせで表現すればいいっていう理解に到達するのでどんな表現が出てきても読み解けるし逆にどんな表現でも合ってれば使えるっていうような境地に入っていくんですねなのでこの10個はですね、えー、タブローでですねビジュアライゼーションする人は絶対に覚えておくといいと思います でさらにこれだけじゃなくてこれ、うん、あのただこれだけ覚えててもよくわからないと思うのでこのあとで,ですねもっとその使い方の部分もお話ししていくんですけど、まあ、とにかくこの10種類の視覚属性を見ると人は考えなくても反応する瞬時に反応できるっていうことをまずは覚えておいてください。であのこのプリアテンティブアトリビュートっていうのはあの、まあ、たくさんある10種類あるんですけれどもあのそこでその実はこれ あの強さっていうのがあるんですねであの単にその確かにこれで全部成り立ってるんだけどそのこれがあの平等に強さがついてるってわけじゃなくて実はちょっと強度に違いがありますと、まあ、強度というか表現できる結果にの何でしょうインパクトっていうのかな、まあ、大きさかな一緒、ね、かもしれないですけどに、ね、違いがあるよっていうのがなかなかまた次に面白い部分で。 このどのプリアテンティブアトリビュートが一番強いでしょうっていう質問は皆さんちょっとこの動画をですね一時停止してあのちょっと考えてもらいたいんですけど形状とサイズと色と位置覚えましたこれをちょっと上で戻しましょうか形状とサイズと色と位置まあ色はそうですね色相って考えていただければいいですっていうのでどれがなんか強いかなとかっていうのはちょっと 想像してみてみください強さって感じだと思うんですけど、まあ、とりあえず適当でいいです何か考えてみてくださいはいビデオを停止してくださいねこのまま進んでいっちゃうんではい、えー、皆さん考えました自分で考えてからこの先進んでみてくださいねであのこのプリアテンティブアトリビュートのその強さっていうのはそんなもんあるんかいっていう感じなんですけど実はあるんですと非常に面白い動画があってこのプリアテンティブフィーチャーズタスクスっていう動画が あるのでこれあの YouTube にね前あって今もあるんじゃないかなと思うんだけどもしなかったらごめんなさいなんですけどここで私これ流すわけにいかないのでこれ探してみてくださいこのあの研究そのノースカロライナの大学で研究されている動画なんですけどとっても面白い動画なのであの是非見ていただきたいんですけれどもあの私の方からはですねあのこの方法ではなくてあのタブローでですね、えー、これさっきのやつ開いたものだったねえっ、ー、と タブロでですねちょっとどんなもんかってのを見てみようかなと思うんですけどよっとデータに接続でスーパーストアでいいね、えー、形状とサイズと色と位置でしたよねどれが強いかなっていうことなんですけどまずその形状で売り上げを表してみましょうかということでまあ何でもいいんだけどサブカテゴリーにしましょうかサブカテゴリーごとの売り上げを えここで、えー、形状でいしょいまあこれは <laughs> ちょっと何これって感じですよね <laughs> うん、まあ、なんか強さとかそういう以前の話で相性が悪すぎると思うんですねでちょっとこれ論外ですねとでこれをじゃあ、えー、と形状付きサイズでしたねサイズ にするとこんな感じになりますと。サイズにするとこんな感じですと。で、じゃあ色にしたらどうでしょうか？あ、ーって感じですね。なんかサイズより色の方がインパクトありますよね。で、これをじゃあ1にする。1にする点で言ったら行に置くと1になるんですけど。まあこれだとちょっとあの塗り塗り推しもあるので円にしましょうか？ ってなるとこんな感じでさらに1だと、まあ、こういうその順番とかもねこれも1に入ってくるんですけど、まあ、こういう感じにするとこれが1、まあ、あですとですごく売れてる集団がここって感じですよねでじゃあさらに、えー、これを色に戻してますまあここまでがすごく売れてるけどその次がテーブルっていうのは、まあ、わかりますよねわかるけどでも これってその電話機ってテーブルより2倍くらい売り上げがあるよね2倍以上ぐらいあるよねっていうのを色で表現できてるでしょうか確かにテーブルと電話機っていうのはすごく売り上げの差があるっていうのは分かるけどでも2倍かどうか色を見てこれが2倍違うとかって分かんないですよね。でさらにサイズになると。 もう2倍とかはもう全然わかんないと思いますしあとその細かい差がほとんどわかんなくなっちゃうんですよね。ということで「位置の方が色より強いでさらに色よりあ「色の方がサイズより強いね」なんていうところが分かってきますとじゃあ形状と色はどう違うでしょうかってこれはこの例でやってみようかなと思うんですけど「売り上げと利益の」の、えー、散布図を作っていきます。 で色は、まあ、色がちゃんと見えるように円にするんだけど色これですと家具家電事務用品それぞれの分布がなんとなく分かりますよねとじゃあこれを、えー、カテゴリーを形状にしてみますとどうですかこれうーんって感じですね相性は悪くないはずです家具に丸がついて家電に四角がついてってそんなに悪くないともそれぞれが分かれてるはずなんだけど色ほど インパクトがないですよねなん例えばこの青がこの辺に集中しててこっちに下の方に行けば薄くなっていくとかっていうの見えますか形状で全然分かんないですよね混ざっちゃっててもう全然分かんないとえじゃあこうしたら分かるよねって思うかもしれないんですけどこれもはやハイライトなんで色ですよねなので形状で見てるんじゃなくて私たちはこれはもうもはや色で見てます薄い色と濃い色のサイドで見てるっていう形になるのでこれはもう色を使ってるっていことになりますので,で形状は色よりも、えー、弱いと。 いうこととが分かりますというようにプリアテンティブアトリビュートっていうのは実はちょっとその強度に違いがあるので一番メインのものに強いものを当てて別に弱いのを使うんだってわけじゃなくて強いものをその逆にしないようにするっていうのが結構重要ですと。例えばあの私があの最初にみんなに見せたあの売上げのサブカテゴリーごとの,あの売上げと利益の グラフがあるじゃないですか。これね。これは売上の規模に対して利益を見るグラフなんですよね。なので売上がメインなんで、それはまああの一その高さだったりとか、まあこの長さをダブルで使っているその棒グラフでかなりその目立ってますよね。その四角の頂点がここにあって、一番高いのがいつこれだよねとかっていうのが分かって、その中に利益の色が塗られてるんだけど、これがもし逆だったら、これとこれが逆だったら。 スワップしちゃいますこれスワップできるんだよ2つほら面白いよねこれだったら利益のグラフに対して売上がついてるって売上が色でついてるって感じになりますねだから利益が悪いところの売上ってどうなんだろうみたいな見方になるわけですよね逆なんですなのでプリアデンティブアトリビュートの強い方をメインの値メインの項目に当てておかないと読み解き手が 誤解しちゃうんですよね強い方が先に目にバッと入ってきてそっちを理解するので、えー、分かんなくなっちゃうというかその伝えたいメッセージがめちゃくちゃになっちゃう自分の伝えたいメッセージと合わなくなっちゃうのでそれは注意しましょうなのでプリアテンティブアトリビュートが強い方にメインのものを当てるサブに軽いものを当てるっていうルールをまず押さえておくといいです。で次に、あのーまあ、強度なんですが、まあ、それであの考えていくんですけど、まあ、あのただじゃあ 強度が強いものがどんな時でも強いのかっていうことについて考えてみたいんですけど例えばこれちょっとあれだなこれがあの棒グラフだった時ですねこれ棒グラフだった時まあこれだったらとっても見やすいんですけど仮にねダッシュボードのその高さがあんまりその詰められない状態あこれちょっとダッシュボードじゃなくてこれで詰めようか。 もうこの下でこの散布図をドーン出したいからここではこのぐらいしかスペース出せませんってなったとしますとでそうするともうこの辺とかもなんだか全然わかんなくなっちゃいますよねなので無理じゃんっていう話になっちゃうのでもうこのぐらいとかしかなかったら許されたスペースがこれだけしかなかったら長さっていうのが。 まあ、あの位置と長さですね位置っていうのと長さっていうのがもう役に立ってないよねっていう状態になっちゃうとそこで、まあ、特にこれそうだ、ね、円,円にしようかそう、ね、この状態にしましょう長さよりこれの方が更に分かりづらいと思うんでこれこれも意味ないですよねこのこの位置ってもう成り立ってないですよね成立してない売り上げがどのぐらいの大きさか全然分かんないですよねそこでじゃあこれを色にしてみるとで色の字どうの表現だこれだねこれならどうでしょうか こんな狭いスペースでも色ならどのぐらいかなんとなく分かりますよねその2倍とかわかんないよでもさっきの1よりかははるかにちゃんと表現できてますよねなので色っていうのはものすごい小スペースなんですよちょっとしたスペースでもこれだけ理解させることができる全然違いますよね1と1だったらこれこの状態なら綺麗だよでもこうやったらもう全然わかんないんですよね まあこのようにですねプリアテンティブアトリビュートは強度があるので基本は強いものに当てていけばいいんだけどどこにどう置くかとかそのシチュエーションによってその適切なのは変わりますだからあの自分で考えなきゃいけないですね基本的には。まあ何度も私があのいろんな演習の中で伝えているようにあのこのデータビジュアライゼーションっていうのは自分が伝えたいメッセージとまあさらにその 値その中に入ってるデータの値それから残されたスペース相手が見ている環境スマホなんだろうか、えー、PC なんだろうかとかまあそういういろんな環境の中で必ず変えないといけないはずです。なので、あのー、自動ででは選べないですね実はタブローではなんとなく適当にやっていくとその。 リリアアテテンティブアトトビュートの強強度が強い順になってますよねこうやってやってじゃあ利益入れようってここにポンって入れたら色になってますよね。ここでなぜサイズにならないんだろうサイズより色の方が強いからです。プリアテンティブアトリビュートとして強いし理解より理解しやすいからです。 まあこのようにですね、まずまず、列行という一番メインの箱に、普通に自然に私たちはこれ項目を持っていきます。これ、まあ、ここ使わなくても、ここになって持っていくよね、ここが一番最初に持っていくところだと思うんですけど、あ、これで売り上げで、サブカテゴリーここかな、みたいな。 感じじでこ持ってくじゃないですかなので一番その強い位置を使ってるんですね。この枠組みを定義します。レスや行で枠組み位置を定義していってるので、あのー、そこで一番強いプリアテンティブアトリビュートを自然に使ってます。まあ、シートだからねあの1枚で見るはずだから基本的には大丈夫でしょうと。でその次に何かを入れる時は まあ、ここの真ん中に入れれば自動で色がつくしここに持ってくるにしてもやっぱり左から入れますよね一番このデータペインに近い左から入れますよねってなると色サイズなんですよ色サイズラベルっていう順になっていてプリアテンティブアトリビュートが強い順にちゃんと並んでますだから適当に入れていってその順番自分が知りたい順に入れていけば何となくプリアテンティブアトリビュートの強さが強い順になるようにできてます なんだけど、まあ、その優れたあの、まあ、表現っていうのを自分がその言語化して使いこなして理解している状況になると、まあ、さらにですね深いあの使い方ができるのかなというふうには思いますはいで、えー、じゃあ戻っていきましょうよいしょこっからあれちょっと戻ってこれの次はい 強度ということで位置、色、サイズ、形状というような感じですと。なので重要度が高い順に、えー、強いのを入れていきましょうというところですね。はい、でタブローのマークカードの紹介もしました。プリアデンティブ・アトリビュートの強度が強い順に、まあ、なっているということでですね、まあ。よくできてるんだよね、タブローさんね、本当に、まあ。だから大好きなんだけど、<laughs> っていうような感じで、今日もね、あの,のろけですね、相変わらず。はい で、えー、次にですねあの今プリアディンティブアトリビュートの,その、まあ、種類とその強度について話をしてきたんですが次のセクションで皆さんに話したいのはデータのタイプとその相性についてです実はデータにはタイプっていうのがあります、まあ、あの私があのストーリーテリングの中でディメンションがいつどこで誰がっていう、まあ、その4つのクリスタルの話をしましたけど ま、それとはあのまた違った側面でですね。実はデータにはタイプがあります。だから私はね。あのいつもそのデータをまあ初見でね。向き合う時にはあのもう無意識なんですよ。あの文字を書くのと一緒で無意識にあのデータのタイプについても理解してるし、それがい,いつどこで誰のなのかとかっていうのも理解してるんだけど、もう一つの要素としてこれを理解しておくと、とても役に立ちます。まず、データには3つの種類があり、1つ目は分類的な名義です。 あのスーパーストアで言えばカテゴリーだとか顧客名だとかがそれに当たるんだけどつまり一つ一つ名前でパシッと区切れてつながってないものですここでは国の名前や車の名前や飲み物の名前があるけど一つ一つ全然違うものですよねスパッと分かれているものこれが分類的な名義です次が量的なものこれはあのデータの中の、あのー、メジャーに入っているものですで、あのー、基本的には数字の,その大小で測られる まあ、まさにメジャーですよね測られるものでデータの,、まあそのタイプというところで言うと量的なものっていうような形になりますと。でこの量的なものっていうのはあの、まあ、数字の中では、まあ、重さとか価格とか温度ってここでは書いてあるけど、まあ、例えば売上だったりとか、まあ、利益だったりとか、まあ、そういうようなものに当てはまってるというような感じですと。で、えー、最後。 真ん中なじゃあなだろうとでここまででディメンションとメジャー出てきたんじゃないのっていうことなんですけど実はこんなのがありますということで、えー、順序的な名義っていうのもありますこれは名義は名義なんだけどそれそのものが順番を持っているものっていう考え方なんですね。なので、えー、ここの例では金銀銅とかとても良い悪いとか、えー、高中低みたいなものがあるんですけど。 これを見た時に皆さんその金銀銅って書いてあって、まあ、銀銅金とかって順番でイメージする人いないですよねやっぱ金銀銅だと思います。高中低も、まあ、中低高だとか、まあ高低中だとかってイメージしない,しないですよね。まあ高中低っていうその順序を持っているあとは日付とかもそうですよねオーダー美とかも2011年12年13年14年とその順番で、えー、考えられるでも一つ一つはスパッと区切れている名義ですよね。 そのなんでしょうねその純分類的な名義のようにそのスパッと分かれるような一個ずつ区切れる側面を持ちながらもその量的なもののようにそのなんだろうその一番最初が小さくて後半があの大きいみたいなねそういうのに近いような要素も持っているよっていうのが、まあ、この順序的な名義なんですね。 自分が今向き合っているデータがどのデータのタイプなんだろうっていうことを考えながらやっていくと結構ねあの表現方法がまとまってくると思うんですよね。これが分かってないからめちゃくちゃなものに当てはまっちゃってってよく分かんなくなっちゃってるんだと思うのでまず自分の使ってるデータがどのデータタイプなんだろうっていうことを考える、まあ、あるいはチームで使ってるんだったらそのチームでですねディスカッションしてみてもいいと思います。この項目は分類的な名義だよねねとかね っていうようよな、まあメジャーに入ってるのは大体量的なもんだと思うんだけどまあそれ以外のところまあ名義の部分をね分類なのか順序なのかっていうのをちょっと整理してあげるだけでも結構違うんじゃないかなと思いますでじゃあ次にですねこのデータのタイプを押さえたところでデータのタイプとプリアテンティブアトリビュートっていうのは相性がありますさっきちょっとちら見せしたけどあの売上の数字を形状で割り当てたらもう全然合ってなかったじゃないですかこれ全然理解できないよねっていう話ですねああいう ことなんですあ,の、まあ、あれはすごく簡単で分かりやすい例だけどあの相性っていうのがありますと。であのここから先もですねあの皆さんあのまずこの動画をですね一時停止してもらってあの自分でそのプリアテンティブアトリビュートのその10種類のうちのどれがここに当てはまるかってちょっと考えてみてください。ちゃんと止めてくださいねここで止めてはい。 考えましたあのこの先動画で進んじゃって答え出てきちゃって、あのー、答え出てからねあの見,見てあそうなんだってなるより自分で考えてから答え見た方が絶対面白いからちゃんと止めてやってねで、えー、いやじゃあ答え言っちゃいますとで分類的な名義っていうのに相性のいいプリーアテンティブアトリビュートがどれかというと形状と色相になりますと。 形状っていうのは形が全然違うものなのでその全然違うものをこれは四角これは丸とかっていう風にバシッと分けるのに適しているんですね色相も一緒です赤と青とか青とオレンジとかその全然違う色っていうものをそれぞれの名義に割り当てることによってあのまあその違う色だから違うものだよっていうのがはっきりしますよねだから分類的な名義には形状や色相っていうのが あのプリアテンティブアトリビューととしては相性がいいですとじゃあ次量的なものはどうでしょうかということですが量的なものっていうのは、まあ、基本的には大小で測れるものですよねメジャーされるものなので大小で測れますということで位置相性がいいです位置はさっきも見たけどその丸の位置丸がそのどの高さにいるかによって売り上げの大きさが分かりやすいですねこれ位置は非常に相性がいいです長さまさに棒グラフですよね長さっていうのも 長ければ長いほど大きいということで、まあ、非常に分かりやすいですとじゃあサイズはどうでしょうかということでえサイズもこれもシンプルで分かりやすいですね丸の大きさが大きければサイズがあの、まあ、売り上げが大きいという形ですしあのまあそのままの意味ですよねそのでさっきその強度の話しましたが強度とこの相性はまた別の話です強度が強いからどうとかじゃなくてあの相性がいい悪いの話をしてますけどサイズは別にその 長さよよりインパクトが薄かったとしても、あのー、相性はいいですよね大きければ売り上げが大きいってことなんで相性はいいですと。で次が色のサイドになるんですけど、まあ、色のサイドっていうのはあのーまあ、色の濃淡みたいなもんですけど色が濃ければ濃いほど大きい、えー、薄ければ薄いほどちっちゃいという形なので、えー、これも相性がいいねっていうふうになります。まあ、さっきさまさにあの売り上げを色で青の濃淡で表しましたよね。 それから次、最後が順序的な名義ですが順序的な名義に関して言うとこれはあのー、割とそのどっちの要素も持っているその名義でもあるし順序も持っているので合う相性のいいものが結構多いですとで。例えば、位置やサイズっていうのも、 あの相性がいいし、まあ、その1位のものをちっちゃくするかまあ大きくするかまあどっちかと迷うけどそれはまあどっちかで決めてもらえれば、まあ、その大きさに合わせて順,順序が決まってるっていう風になるしあとあの順序的な名義なのでその順番の流れを表すいろんなサイドでも良いし色相でもうバシッと区切っちゃってもいいし形状でバシッと区切っちゃってもいいしみたいな感じでその順序の部分をこうなんかこう見せる。 表現で見せるのか、もしくはあのー、まあ、名義とあくまでも順序は持ってるけど名義としてバシッと区切るのかみたいなところです。これはね具体例見ると分かりやすいんでね、さっきのタブローでちょっと見てみようかなと思うんですけど、えー、っとタブロー君あれさっきの白いやつどこ行っちゃった？これか？はいはいはいこれですね。えー、売上のあの月ごとオーダー月ごとのやつね、えー、これをちょっと出してあげて。 年を色でで入れたりすするじゃないですかこれまさに色相ですよね順序的な名義オーダー日という2016から2019という順序を持った名義で分けているこれを色相で分けていますと、まあ、色相で分けてるので1年ごとの推移がとても分かりやすく分かれてますとでただしこれだけ見てもここ例えば判例がなかったらもし判例がなかったら あのー、何年が何年だか分かんないですね触るまで。というのも青とオレンジと赤と水色、まあ、緑青緑色っていうのは順番を持ってないですよねそれ自体に順番の概念を持っていない全然違うものとして割るっていうような考え方なので、あのー、分からないというかそのどれが最初の年とかって理解できないですよね。だからあの色相っていうのは はっきりとその年の推移を別々に見せるのには適してるけどその流れは分かんないよねっていう感じですとじゃあこれをあここで色の編集にしようえー、っと青のパレットの割り当てにするとこういうふうにグラデーションになりますと適用しますとそうすると薄い青が過去濃い青になればなるほど直近のデータっていうことになりますと こういうふうにすると時の流れを色相じゃなくて彩度を使って色の彩度を使って表現するって形になるんだけどあの近づいいててきてるから濃いんだなっていう感じにななりますよねなのであのあこれはの上の方が濃いからあの売り上げが上がってきてるんだなとかっていうのを見せることができますと。というような流れを見せることができると。でただしその流れは見せられるんだけど やっぱり同じような例えばこれとこれとかって結構似ちゃってるのでどっちがどっちかなみたいなここ混ざっちゃってますよねみたいな感じになっちゃいますよねだからそこはやっぱり見えづら色相の方がやっぱり良いので相性はどっちもいいですどっちも相性はいいんだけど見せたい内容とかあのシーンに応じてどっちにするかは選んでもらった方がいいですよっていうことですなのでどっちにしてもハズレはないですけど あのまあ、どのような形にどっちを選ぶかっていうのは、まあ、ちょっと考えた方がいいかなっていう感じですね。はい、でえじゃあ戻ってきましょう。 ということで、あのーまあ、相性というところでいろいろ見てきましたがイメージしやすい組み合わせを使っていきましょうねということでいいくつか具体例を紹介していきます、まあ、場所だったら地図ですよねということと、A、時間だったらこう横,な横の流れのラインですねエリアとかラインチャートがいいでしょうと比較値だったら棒グラフねとでこの比較値っていうのはあの棒グラフがとっても適切なんですけどなので皆さん棒を使う時は比較値ですよ。 あの時々あの棒が1本だけになってるダッシュボードを見かけるんですけどどうしたどうしたって棒って1本だけになるとただの埋め尽くした長方形になっちゃうんで気をつけてくださいねあのそんなん作るわけないじゃんと思うかもしれないんですけどフィルターされた結果1本になってるやつが結構見かけるんで要注意ですと例外的に認められている1本だけの棒グラフは後ろにリファレンスラインがついている余実対比のグラフとかねそういうのだったら大丈夫だけどそれはまあ2本の 重なってるっていう考え方にななりますよねんまあ重っってるってるいうか、まあ、線だから、まあ、とにかくその比較対象があるっていうことですよねでもあのただの1本の棒っていうのはマジで意味ないので気をつけてください。で相対的割合の場合は、えー、このツリーマップがいいですねというふうに言われていて、えー、ツリーマップは四角の面積でその割合を示すっていうのでとてもよくあの使われているものですが。 あの円グラフよりもこっちの方が、まあ、文字も入れやすい四角いのでね円文字も入れやすいし良いでしょうというような感じですと、まあ、円グラフのどこがいけないかとかっていうのはねそれだけでワンセクション使うぐらい、まあ、実際この資料も実はワンセクション円グラフのやつがあったんだけどちょっと時間の関係ではしょってるんですけど、あのー、まあそういうのもあるのでまた別途ね、あのー、円グラフのどこいかんのかっていうのはねやりたいなと思うんですけど あの割合の時はこの面積を使うとまあ面でこう表してるっていうのですねえ割合を表現しやすいよっていうことであの長さとかよりもやっぱりそのサイズですよねこれサイズでその面積で塗られてる面積塗り面積でその割合を示すのがとても得意なのでいいでしょうっていう感じです。あとは相対すみません関連性ですね関連性っていうのは2つの数字の関連値ということでえ縦と横両方に軸を載せてあげることで。 えー、一緒に上がっていってるのかとか一緒に下がっていってるのかみたいな関連を見せやすいよということでででですすすねね関連性は、えー、適切ですねってことですあとはですね、まあ、これ組み合わせの話じゃないんですけど棒グラフの向きはあのたくさんある場合は横向きの方が比較的見やすいかなっていう感じですね。縦あのみじえっと、数が少なければ縦棒の方が見やすいんだけど、えー、横になってくると文字もだいたいラベルも横向いちゃうのであの横棒の,具の方が。 読みやすいかな。なんていう風に言われています。まあ、とにかくですね。あのまあ、プリアテンティブアトリビュートとても強力です。センサリーメモリーに直接働きかけるとても強力なもので便利なんですが、ただし多様現金ということで、あの何でもかんでも入れりゃいいってもんじゃないんですね。あの掛け算にはなりません。プリアテンティブアトリビュートを大量に詰め込んだ時に掛け算にはなりません。 あの多くの人がクロス集計表を卒業して次にぶつかるのはごちゃごちゃグラフこれはごちゃごちゃチャートごちゃごちゃグラフだと思うんですけどそれはなぜかっていうと入れすぎっていう感じですねなのであの入れすぎ現金っていうところを、まあ、この先細かのですねあのベストプラクティスを見ながらやっていこうかなと思いますではですね最初のセクションでは色っていうのを見ていくんですけど 色はですね、まあ、タブローのカラーパレットはほ、まあ、本当にあのよくできていて、あのーまあ、すごい研究されたカラーパレットですとバージョン10.0が出た時にですねカラーパレット全部一新されたんですけどあのモダンなカラーリングっていうことでかなり色の専門チームがいて研究したぐらいなんですがあのその色相の分ではその原色バリバリだとやっぱり目がチカチカしちゃうので。 目がチカチカしない優しい色合いであるがが分かるみたいなその曖昧になりすぎちゃダメですよねそのちゃんと色が違うと識別できるんだけれどもでもあのちゃんと、あのー、分かるっていうその優しくもはっきりしているっていう色相を相当研究していたりとかあとあのメジャーのデフォルトのカラーリングがブルーやオレンジになったのもこの時からなんですけど。 あの元々はグリーン赤だったんですよねであの文化的なコンテキストの中でグリーン赤の方がイメージしやすいっていうのはまああったんですけどそれはかなり議論されたんですけどグリーン赤っって見えなないい方もかなりいらっしゃるんですよねあの特に男性の方に多いって言われてるんですけれどもあのグリーンと赤の識別っていうのは難しい方があの、まあ、多いと先天的に多いのであのそれがないほとんあのより少ないのがオレンジ青ということで。 えー、そっちににしよううという決断になりましたとなのでパッと見た時にねあの同じ色に見えてしまうグリーンとーと同じ色に見えてしまう方がいらっしゃるので、えー、そういう方にもちゃんと分かるい色にしたいねということでブル,ルーとオレンジにしたと。であの色の波長の関係もあってやっぱ赤とかだとその波長が長かったりとかするので実はブルーオレンジの方がグラデーションにした時にその誰が見たにしても。 あのー、細かなグラデーションの違いその細かい違い赤だとちょっと潰れて全部同じ色に見えちゃうんだけどオレンジの方がもうちょっと細かく段階が見えたりとかグリーンよりブルーの方が細かい段階が見えたりするっていうようなこともあるので、まあ、グリーンから、えー、とブルーに変わったとブル,ブルーオレンジに変わったなんていう経緯もありますなのでかなり研究してるカラーパレットですなのであのデフォルトのカラーパレット大いに使っていただいていいと思います。 あのー、なので、まあ、自分でその,、まあ、そのまんまっていうわけじゃなくってあの自分でそのこ,の色この内容にはこの色とかっていうのを当てたりとかって是非やってほしいんですけどその中の色を選ぶ時はわざわざ自分で原色を選ばなくてもタブローのデフォルトのカラーパレットからこれにはこの色が合うなって言ってピックして選んでもらってもとってもいいんじゃないかなと思います。でじゃあ色数についてですがこれどうでしょうか 全然見えないですよねこれ,あのこれ国ごとに色がついているんですけれどもその意味なく同じ色がいっぱいいっぱるの分かりますその例えばこのカンボジアとコロンビアって同じ色なんですよねでも全然関係ない国だしギリシャも同じ色だし要は色数が足りなくてですねあの全然関係ない国が同じ色になっちゃっているわけですと。で全然意味ないとこの色の組み合わせに意味ないしだいたい色数が多すぎて。 その色の意味を私たちはその瞬時に識別でできないですね色はさっきプリアテンティーブー・アトリビュートの中で2番目に強い強度の強いものだけれどもこういうふうにその色数をめちゃくちゃに増やしてしまうあのいろんな色相をバンバン増やしてしまったりとかするとかえって分かりづらいしごちゃごちゃしてくるだけだっていうような、まあ、強いからこそなんでしょうね強いから余計分け分かんなくなっちゃうんでしょうけどそういうそのダメなあのところがありますと。なのでで色はですね いいいろんなな色を入れないっていうのがまず重要でこうだったらどうでしょうか今これ色が6色まで落ちました6色まで落ちると私たちはその中にパターンを見ることができますブルーがえーとこれあのえと平均寿命ですね平均寿命がえ50から65歳までぐらいの間で GDP が0系の近辺にやっぱブルーの丸がいっぱいあってまあこれはアフリカの えー、国々だとということが分かりますよねで次の集団がオレンジでここがアジア圏ということでもうちょっと平均寿命は伸びつつ GDP も上がりつつで次があのグリーンヨーロッパになっててヨーロッパかなり差がありますということで GDP が低いところと、えー、高いところに大きな差があるバーッと縦になってるんですけど、あのー、平均寿命としては大体75から80ぐらいの人が多いねというところが分かりますよっていうふうな感じで大陸というか地域ごとにですね地域ごとに あのそれぞれぞの分布が分かる同じ図ですよねこれ同じ図だけど色が6色になってその意味ある色使いになったおかげで全然その見える結果っていうのは変わってくるわけですね。なので色っていうのは色数は抑えた方がいいです。あのそうですねこれ何色までっていうのはすごい難しいんですけど大体そのベストプラクティスでいうとこれは56六 6色5色とかそんなもんなんだけどでも本当に絞ろうと思ったら3色とかで絞ると本当にすごいスッきリしますただすごい難しいですそこまで絞るのはっていう感じですねまあ7色とかそんなぐらいかなまあそのぐらいまでで収、まあ、めないとっていう感じですねうんまあとにかく10色超えたらアウトだと思っていただけたらいいんじゃないかなというふうに思いますじゃあこれはどうでしょうかってことで色数がそこまで多いわけじゃないけど これって、そのすでに列で分かれているものに対して、それぞれそのボックスごとに色がついてるんですけど、これ意味ありますかってなると、もうすでに分かれてるから、ないよねっていうことですよね。これだったら別にこれでいいんじゃないですかっていう話ですと。あの、普通にその、あ、すいません、これも、あの、これはダメな例だ。えっと、まあ上のやつがそのディメンションで色塗っちゃってるんですね。ディメンションで分けながらディメンションで色塗ってる。で、下のやつはセールスで、 あのー、筋が出てるんだけど同じ色で緑の色がついてるっていう感じで、あのー、どっちも二重掛けなんですね上の方はディメンション20掛け下はメジャー20掛けなんですけどこれだったらそ,そもそもこれでいいんじゃないですかとディメンションで色塗り分ける必要ないですよね同じ色で長さ比較した方が膨張もしないし膨張色とかってありますよねそういうのもないしより精緻に比較できるよね。で下の方はあの売り上げはもうすでに長さで分かってる位置と長さで分かってるんだから。 い,いらないですよねとなんでだとすると違う数字を色に入れてあげてこの場合利益入れてるんだけどそうするとジャンボボックスが利益が悪いっていうことがあの売り上げサインなのに利益が悪いっていことが分かったりとかっていうインサイトが出てくるのでダブル掛けわざわざする必要ないですよねっていう風な話です。ですであの組み合わせをする場合例えばダッシュボードでさっきのこのボックスが別の 例えば散布図が一緒に載っていてそこに色がついている場合判例をを削除する代わりににここに色を入れておくみたいなテククニックはありますただそれはあの、まあ、上級というか中上級以上のレベルになってくるんですけど何もなければ普通は入れなくていいです何もなければ入れなくていいよねっていうのが、まあ、ここでのベストプラクティスなので同じものをあのダブルで書けるっていうのは基本的には意味ないですなのであ,のあんまりそういうのやらないようにしようねっていうのがここの話ですね。 あと色はでですす。ね、背景が重要ですこれよく見ててほしいんですけどこれ同じ丸ですよね。さーっと背景入っていきますが同じ丸に見えますかこれ。左側側と右側で全然色の濃さが違うようよに見えませんか同じ丸なんだけど色ってのはすごく相対的に見えるものなので背景が濃ければ薄く見えるし背景が薄ければ濃く見えるっていうものなんですね。なので、あのー、気をつけなきゃいけない。というのも同じ色。 に基本は背景っていうのは可能な限り同じ色にしておくべきものなんですねなのであのまああんまりいないけど時々見かけるのがあのダッシュボードの中に複数シートがあってそれぞれそのシートの色の背景色が違うとかっていうのはこれやばいですねこれ最悪ですねあの色が乗っている時に同じせっかく他のやつ同じ色合わせてても背景色が違ったら違う色に。 見えますからね。なので背景色は整えておきましょうということです。で、背景色をあのはまあ、基本は白が一番ベストだと思いますけど、あの整えたくても整えられない時があります。どういうシーンかちょっと見てみましょうと。整えたくても整えられない時。まず第一の例はこれです。えっ、ー、とさっきも作ったけど。散布図。 お利益をこれです、ね、でえー、顧客名をこう入れて円にしますと。でカテゴリーを色に入れると。でそうするとこのあたりってもう背景色が。 あのー、ちょっと違いますよねこれなんか半分赤になっちゃったりとかしてますよね、まあ、こういうケースがあります、まあ、この場合は色がもう結構違うのでそんなに分かす、あのー、枯れたりしないんだけど色がこう薄くなったりするとこうすると色が増えてますよね100%で塗られてるとそんなに色がいろんな色にならないんだけどこれだと重なり合いの中で複数かなりいろんな色になってますよね赤と赤が重なったりオレンジが重なったり青が重なったりしていろんな色になってるので背景色が乱れていると思います。でこういうい時は 実はあの枠線をつけてあげるとちょっとその囲われて少しだけ分かりやすくなったりするよっていうのがあったりとかするのでまあこういう枠線をどうするかまあ惑はどっちかっていうと一つ一つを区切るために使うんだけどあのそういうのを使ってもいいでしょうということですとあともう一つですねこれもありますよねということでマップですマップの場合はあのここのその。 大地の部分と海の部分でグレーと白に分かれますよねということであのー、こうちょっと色を変えようかなうんーこれで、えー、円グラフにしてみようかで売り上げを角度にしてちょっとこれサイズ大きくしますねよいしょちょっと重なるようにしてみようかなと思うんだけど、まあ、こうするとこの辺は白とグレーの上に乗っかっちゃいますよねみたいな。 形にな,るなりますよということでこれはあの実はこういう時にそのタブローくんはものすごい親切な機能を搭載していてこれです「ハロー」っていうのがあってハローっていうのは後ろに白い線を入れるっていう白いこう光を当てる真っ白だけじゃないんだけどちょっとグレーにしてみようかな分かりやすいように。 えー、これハローーのグレーにしてててあげてちょっと色がじじゃなななくて見えいいかここういう感じあ出てますねこれあの重なり合ってる後ろから当たってるのでここの枠線と違って枠線ちょっと分かりやすいに入れるんだけど枠線は一個一個区切りますよねじゃなくてその外枠から出してるみたいななんでマークの重なってるところはこれ出てこないんですけどここの縁にこうクイってこう枠を入れてるみたいなこれが「ハロー」なんですね。 ハローの効果っていうのは背景色を鳴らすっていうことなんですけどおちょっとここ間違えちゃったえーっとこれ枠線ねえっとハローのハローのこれ白にするとそのこの分だけここ白くなりますよねちょっとちょっと白くなりますよねなのでそのまあ全部が変わっちゃうわけじゃないんだけどその背景に必要な画像を邪魔しない範囲でこの一個一個の絵をその白くちゃんとして背景色を その乱れてる背景色を整えてあげる効果があったりするので、まあこういうのを使ってあげてもいいでしょう。というような感じです。なんでハローはね。あの背景がある時だけ使います。なので、地図の時とか散布図とか。こういう普通のチャートの時は普通は出てきな来ないです。あの別にその背景が乱れる可能性がないので、ハローはグレア,アウトしてるんですけど、背景に絵入れられますよね？あのー ここのえどこだっ,けえー、っとねあこんなのちょっと忘れちゃったやばいなえっとね画像あだだ,だだ背景イメージ失礼しましたこの背景イメージでこのサンプルスーパーストアに対してイメージの追加とかってやると背景画像入れられるんだけど背景画像入れた時はハローが使えるようになりますとなんでマップはデフォルトでもそのこの絵があるから使えるんだけど背景画像のえところ を入れるとハローが使えるようになるよっていう感じですねはいで戻りましょうよいしょ じゃあ次のセクションは地図になるんですけど、まあ、地図はねあのどういうことかというとあの地図っていうのはあのまあ基本的にはあのまあどうぞ使ってくださいなんだけど必ずですねその空間的な質問がある時にその表現を使いましょうっていうのが、まあ、地図でにおいてのベストプラクティスですと。でどういうことかっていうとそのよくやりがちなのは例えば都道府県だから地図を使うとか あの市区町村だからとか郵便番号があったから地図を使うっていうのは実は間違っているんですね、あのー。だってそれって別に何だろう、うん、質問がないじゃないですかただなんかそのデータに合わせて表現をするんじゃなくてやりたいことに合わせて表現しなきゃいけないよねっていうことで、えー、地図はあのとてもパワフルな、あのー、表現方法なんだけどそれがあの空間的な質問に対する答えの場合に使わないとあまり意味がないよっていうことです。 例えばマッピングから得る洞察にしてみると、まあ、これってあのそのアメリカの山の山沿いとかでこう起こってるよねとかっていうのこれすごくよくわかると思うのであのとってもいい表現、まあ、なんで空間的な質問ですよねどの地域でそれが起こってるのかっていうのを端的に示す図なんだけどじゃあこれはどうかなっていうと国だからマッピングしてみましたよっていう、まあ、そういうものなんだけどこれなんかあんま意味ないんですよねその何かっていうと そもそもスカスカで全部の国で売れてるわけじゃないのでとってもスカスカの上にこの中で一番利益がこれは緑は利益なんだけど利益が高い国どこですかって言われた時にどこだと思います中国って答えちゃう人結構いるんじゃないですか、まあ、もしくはブラジルとかねでもこれ実は違うんですよこれあのさっきのデータを普通に棒グラフにしたものなんですけど1番はトルコなんですね。 なんでこれわかんないんでしょうか。そもそも遠いんですよね。隣り合ってね。これ隣り合ってたらまだ色の違いが明確だったと思うんですけど、遠いからどっちが濃いかすごく見づらい。間が空いちゃってるから見づらいし、しかも国の面積でなんか大きく見えちゃうんですよね。トルコが中国よりも面積が小さいから利益が小さく見えちゃって、これ良くないですよね。だからもしもこの国の利益ランキングが見たいよってなったら、こっちの方がはるかに良いわけで、これだったら、 そのまあまりそのちゃんと表現できてないしちょっと見づらい図になってるだから国だからって地図にしなきゃいけないわけじゃないし必ずしもこれが一番いい表現じゃないよっていうことなんですねなので空間的な質問がある時そのマッピングが正しくその、うん、そのパワフルにですねその内容を伝えてくれる時にだけ使いましょうと何でもかんでも国だからマッピングすりゃいいって話じゃないよっていうことですねじゃあ次のポイントいきましょう で次はコンテキストなんですけどコンテキストって何ぞやということだと思うんですがこんな例を見てみたいんですがこれはあの各サブカテゴリーごとにどのぐらいの時間かけてシッピング、まあ、その配送が行われているかというあの表になりますが、まあ、その表の中でターゲットとディファレンスがありますと。で そのマイナスとプラスがあってそのまあターゲットに対してミートしてるかどうかっていうのがこう見えれるんですけどどこがミートしててしてないかっていうどこがいってるか言ってないかっていうのはまあこれまでよく見ないと分からないわけですよね。基本はマイナスついてるかついてないかって話になるんだけどじゃあこれに対してじゃあ色で塗り分けましょうねっていうことで色をつけてあげるとそのどっちがどっちかっていうのが分かりますとオレンジがプラスでブルーがマイナスでっていうのが分かりましたとなのであのどっちがいいか悪いかっていうその判断の その判断を瞬時にさせるっていう、まあ、要素としてその視覚属性を今使えましたねっていう感じですと。でただちょっとここで気になるのがオレンジと青ってどっちがいいんですかっていう気持ちになりませんか,そのか結局考えなきゃいけないんですよね。でリファレンスがプラスでターゲットより短いこうオレンジがいいのかなみたいな感じでいろいろ考えなきゃいけないわけですと。 なのでそのオレンンジと青にはコンテキストがないんですよ、ね、そのまあそういうふうにオレンジはいいものとして判断しなさいって会社的にもう決まっててみんながそれをコンテキストとして持ってたら話は別ですよでも持ってなければその意味を考えなきゃいけないっていことになるのであの結局またその視覚属性としては有効に働いてるんだけどあの一歩また考えなきゃいけないっていうその認識そこで言っている意味を考えなきゃいけないっていう余計な手間がかかるよねっていうことなんです。 じゃあここに対してあのこんなの入れてみましょうということで矢印を入れてみましたと矢印を入れるとそのあの 早かったから下向きとかあの遅かった時間が寄りかかったから上向きみたいな感じで矢印をこう入れてるんですけれどもこういう風にしてあげるとその向きでのコンテキストが出てくるので早かった短いので下向きあの時間かかったので上向きちゃってるみたいな感じであの、まあ、そこにコンテキストを与えてあげることができるよねっていうような感じですと。でまあ、ただ このコンテキストについても矢印って上向きの方がいいって意味じゃないのとか、まあ、ランキングアップみたいな感じのイメージですよねっていうふうに思っちゃう人もいるだろうから、まあ、あのちょっとしたなんかこう意味合いは与えられたんだけどやっぱりもっともっと誰もが分かる明確なコンテキストにすべきだよねっていうことで、まあ、これだとその線を超えてるか否かって誰でも分かるそのわざわざ説明したりその深読みする余地がないっていう感じですよねなので早く遅れたのかどうなのかみたいな、まあ、そこをちょっと表現することができているので。 なるべくその特定の文化とか特定の,あの人しかわからないような表現方法ではなくてみんなが持っているであろうコンテキストを有意義にまだ十分に引っ張ってきてあげるようなそういうわまつまり分かりやすい表現ってことなんだけど説明しなくてもわかるような表現を可能な限り選択しましょうねっていうことです。なのので人のコンテキストを考えてあげるっていうことですねのも重要なポイントになります。 次,で次はですね「比較対象」っていうことなんですけど比較対象はねっててとっても面白い例なんだけどこれあのスカイダイブの世界記録についての、あのー、内容なんですがこれあのーえー、12万8,100フィートのところから飛び降りて、えー、4.3分間ですねの間ジャンプしてたよっていうスカイダイブの世界記録なんですけどこれどのぐらいすごいと思います皆さん。 なんかこの写真もなんかすごいそのちょっとなんか下が見えてるわけでもないしまあちょっと高そうだなぐらいな感じでだからどのぐらいすごいのかがなんかあんまよくわかんないじゃないですかでもこうしたらどうでしょうかということでえフェイックスさんという方がジャンプしたあのスカイダイブの世界記録はこの赤い棒グラフになっていて他の比較対象が今いっぱいいますと。 で過去のその記録、ジョーさんのスカイダーブの記録よりも2万8,000フィートですね、えー万、約2万フィートですね、えー、2万6,000フィートぐらい高いところが飛んでいて、かつ、この旅客機よりも4倍高いところが飛んでるって、これ、やばくないですか。<laughs> 私たちが生身の人間がまあ飛行機に乗ってますけど、今人間がですね普通に飛んでいくあの飛行機よりも4倍高いところから、 乗り物にも乗っていない一人の人間がジャンプしてるってどういうことって思いませんエベレストよりも高いところです普通の人間が到達できるような域じゃないですと清掃圏のすげー上の方だということもわかりますよねというようにあのこのような比較対象を用意してあげることでまあそのイメージしやすい比較対象を用意してあげることで よりそのなんだろうこれがどういう意味を持っているのかその単体でポンって出してもこれ何だか意味が分かんないみたいなものって結構あると思うんですよね。それをその周りの,そのまあ見る相手の身近なものを横に並べておいてこれはこれと比較してこうなんですよ。やっぱりこのビジュアライゼーションって比較値がないと 意味がないといいとうか難しいのであのそういうものを持ってきてその分かりやすい表あのデータを強化していくその比較対象を持ってきて評価し,あの強化していくとよりそのものがどのぐらいの価値のあるものなのかとかど,のぐらいどういうふうに判断するべきものなのかっていうのが分かりやすくなりますよということで比較対象を入れてあの必要に応じて入れていきましょうねということです。 なのであの普通に分析しているときだとそういうその別のデータを持ってくるっていうシーンもあるでしょうし例えばリファレンスラインなんかも1つの比較対象ですよね平均以上なのか以下なのかっていう比較対象を入れることによってこれがあのよく売れてる商材なのかいのかっていうのを判断するほ、まあ、他と比べてね、えー、判断する材料にすることもできるでしょうということです。 でではですね、細かなあのベストプラクティス見ていきましたが次ダッシュボードをちょっと見ていきたいんですけどダッシュボードっていうのは、まあ、複数のシートの組み合わせになりますので、まあ、よりですねいろいろ考えなければならないことがありますということで、えーまあ、例えばですがこれ伝えたいことは何ですかって書いてありますけれどもアメリカにはですねビッグフットという怪物お化けみたいなのがいるそうなんですが。 まあそのファインディングビッグフットということでそいつを探せっていう、まあ、そいつを探したいというダッシュボードなわけですねなんですがその赤いドットがいっぱいあって、まあ、どうもその赤いドットのところで目撃情報があるようなんですがあのすごいいっぱい点があってですね東側に行けばいろんなところで見れるとでも西側に行くとそのど,どうやら海岸沿いにしかいないのかなみたいな感じでどこに行ったら会えるのかよく分かりませんと。で季節が左上に乗って いて右上か右上に乗っているんですがそのどの季節どのシーズンに行けばいいのかはなんかちょっと順番もめちゃくちゃだしよく分かりませんねと。で増えていってるのかどうかとかんーなんかまあとにかくよくわからないししかも22アンノーンって気になるビッグフットの親戚かなとか思うんですけどこれはね皆さんご存知の通りタブロのデフォルトのアンノーンを放置してしまったちょっと駄目なダッシュボードかなと思うんですけれども。 まあとにかかかくく何がいいのかよわらんどこに行ったらビッグフットに会えるのかわかんないよねっていう感じですとじゃあこんな感じにしてみましょうかというところであのビッグフットのサイまあそもそも結構もう減ってきてる見かけなくなってきてますけど,ますけどなんで、まあ、そこでちょっと <laughs> あの会えない可能性が高いってことを示唆してるんでしょうけどあの下がってますけど、まあ、もし探したいんだったら Your best of one is the ってて書いてありますよねなんであの会えなかったとしても来ないでほしいんだけどってことだと思うんですけどあの行くなら夏ですと行くなら夏に行ってくださいということで、えー、下にはこう一回増えてるんだけどまた減ってってる様子がこう出てきてますとで場所はっていうと下に行くとウェストコーストだねってことでさっきのそのドットをあの週別で集計した結果のあの マップに変更されていてそのドットで惑わされないようにしているような形ですね数の集計値を出してますと。で特にウエストコーストですねというところになっていますと。まあ、つまりこのダッシュボードでのインサイトはあの夏に西海岸に来てねってことですよねというように非常に明確ですとやらせたいことが明確ですねということで強調するべき点を整理してから伝わりやすくしましょうねというところですね。 あと次ですねデータから情報抽出ってなってるんですけどこれはですねあ,のまあ,あるあのまあところの調査のやつだと思うんですけどあのマップの上に円グラフが載っていてえモバイルですねまあかなり古いデータなのであのブラックベリーとかあのー結構いろんな古いやつがあるんですけどあのモバイルの,あの種類ですね種類の,あの割合っていうのを出してるんですが あの見ると、線グラフの方は全部こうまあなだらかな、なんか平らな線になってて、結局そのどれがあの増えてるんだとか減ってるんだとかっていうのが、なんかよくわかんないよっていう感じですと。で、これ作った人はちょっと iOS に恨みでもあるのかもしれないですけど、このグレーになってるの実は iOS ですね。一番大きなシェアを占めてるのに、なんかその他扱いみたいな。グレーってなんか、これ他が原色だからその他みたいに見えるじゃないですか。でも実はこれあのあの、iOS がグレーなんですね。ということで、なんか、 あのちょっと恣、ね、意、あのー、的な感じがするんですけれどもまあそういう図ですと。で色もちょっと多いので円グラフにしては多いよね123456色あってあの割合まあもう角度がほとんど見えないよねみたいになっていて、えー、ちょっとその何が言いたいのかわからないんですけどこんな風にしたらどうですかっていうことでまあ iOS と アンドロイドが増えてきてるのでアンドロイドを残してその他をアザーでまとめるとこんな感じになりますねということで iOS のシェア自体はまあちょっと減ったんですけど戻りつつあってあんまり基本的には50%以下ぐらいをちょっと推移しててまあ50から40の間ですもんねあんま変わってませんとで何が起こってるかっていうとアンドロイドがものすごい勢いで増えてきていてアザーを侵食していますよっていう図に見えますよねこれだと まあここまでまとめると何が言いたいかわからない、まあ、少なくともこれ見ても何があのどうなってるかその傾向が変わっていった変化とかなんか変わってないんですかねみたいなインサイトになっちゃうと思うんですけど、まあ、こういうふうに、まあ、の抽出してあるデータをちょっとまとめてあげることによってえこういうインサイトも得られるというような形で、えー、そういうところですね、えー、やってみるとまた更に違うあのインサイトとかね得られると思いますのでやってみてくださいという感じです。 でダッシュボードにはですね実は大きく分けて2種類ありますよということでこれはあのセールスダッシュボードってなってますけど探索型であり中立的な、えー、探索型ダッシュボードっていうのがまず1つありますと。 これはどういうものかっていうと、まあ、この名の通りで、その自分でああだこうだ探索していきながら、ああ、ここの地域がこの売り上げなんだ、この商品がこの売り上げなんだとかっていうのができるような、そういうもので、中立でなければなりません。多分このダッシュボード、セールスダッシュボードでなんちゃら地域の人をハイライトしてしまったらダメですよね。自分でフィルターするのは構わないけど、最初からそういう風に作られてたら、なんだこのエコひいきはってなっちゃいますよね。その伝えたいことという、うーんとその、なんでしょう、こういうことを伝えたいっていう、あの、なんだろうな、その、 どこどこの地域がどうだとかっていうことを伝えたいっていうわけじゃなくて、その全体の売上をみんなで見るというのがタスクっていうことになりますよね。なんでそういうような中立的なダッシュボードっていうものは探索型というふうに言います。みんなが自分で探索してそれぞれのインサイトを得られるようにするための中立的なダッシュボードのことです。もう一つは説明型であり意見が明確な えー、説明型ダッシュボードこれはストーリーテリングをするときに主に使われる手法でもうすでに言いたいことが明確に決まっていてそれに合わせたカラーリングそれに合わせた強調の仕方っていうのがあらかじめ設定されているもののことを説明型ダッシュボードと言いますタブローパブリックとかであの流れてくる多くのダッシュボードはほとんどが説明型なのではないかなと思うんですけれども特に あのメイクオーバーマンデーだったりとか、ウィズ・フォー・ソーシャル・グッドとかで作っているやつは、あのそのストーリーに即して何をやらせたいかとかっていうのがかなり明確なので、そっち系の出し物が比較的多いように、メッセージ性が明確なやつですね、が多いように見えます。もちろん多作型もあるんですけど、説明型があの多いと。まあ、こういうのの場合は、その画像とかも入れやすいですし、あのまあ、よりそのなんでしょう、その見せたいものをこう大きくこうハイライトするような表現方法っていうのがかなり。 多いのかなという感じがします。で、どちらを作るにせよ、その自分がその作る時にどっちを作るべきなのかっていうのを考えた方がいいと思います。例えばセールスダッシュボードを作るのに。 説明型にななっっててしまってはいけないけですよね他の人のところが全然見れなくてなんかある気に入った地域だけがハイライトされてるっていうのもおかしな話なので、えー、そういうふうにならないようにしなきゃいけない逆にあのこういう意見を伝えるためのダッシュボードっていうのを決めたんだったらもう説明型として作るべきだしそういうのに即した、まあ、カラーリングだったり、まあ、の画像うんと、まあ、形状とかねとかいう設定とかデザインとかも考えていかなきゃいけないよっていうことで。 あの中立のものなのか、えー、意見が明確な説明型なのか探索型か説明型かっていうのを考えてからダッシュボードを作っていくといいかなというふうに思いますので、まあ、自分がどっちを作ろうとしてるんだろうっていうことも考えておくといいかなというところですね。はい、で最後になるんですけどデザインについてちょっとお話をしますが。 あのまあ、デザインは基本的には考えなくても分かる自然なデザインを目指してくださいと皆さんにねあのそのデザインの本とかわんざか読んでああだこうだいろいろやってくれとは言いませんただあの人のコンテキストを考えるとか,、まあ、な,んかなるべくその考えなくても分かるようなものにしてあげるっていうことをちょっと意識してあげるだけで十分だと思います。 例えばドアノブこれをそのドアノブがパッと出てきてそれに説明書きを求める人いないですよねみんなこうやってガチャッてやって開けるわけですとこんな説明いらないですよねっていう感じでその見てわかるようにするこのドアも一緒ですと押すんだか引くんだかみたいな、まあ、時々あの押すのにこのノブが付いてるやつ結構多いですけど最近は、まあ、そういうやつって大体押すって書いてあるじゃないですか、まあ、それは要は考えたり説明を見なきゃわからないあのものだからっていうことなんですけど、まあ、普通はあのこういう形になってれば押すは押すだし引くは引くだしっていうふうになるわけですよね。 なので考えなくても分かるようなデザインにしておく押せそうなようなボタンを作ったら押せるようにしておく押せないボタン押せないのにボタンみたいになってると人はイライラしますよねこう何度も押して動かないんだけどって言ってイライラしちゃうので、えー、押せるように作ったなら押せるようにしておくべきだし押せるのにそれと分からないような隠したような形で置かないとかっていうことですよね ちなみにこれはですね、あ,のー、ある場所での,その駐車禁止のですね、あの看板の、あのーまあ、昔の看板なんですけれども、まあ、これね、あのー、どうですか皆さん分かりづらいですよね結だ止めていいときと止めちゃいけないときがあるんだけど結局いつ止めちゃいけないのかよく分からないから中禁取られる人が続出したみたいなんですねでこれ見て分かんない看板だからダメなんだってことでこういうふうに直しましたよと。 いうことで全、えー、直しなんかこういう風に直してみました。というところなんですけど、平日はあのー、止められる時間はまず短いとで土曜日も止められない時間がありますとで、日曜日はいつでも止められます。まず、これシンプルですよね。で、時間によってチケットで止められるところと止められない時があるよ。っていうのが非常にシンプルなので、まあ、こういう風うにですね。あのー、まあ、時間のその流れとかをちゃんと表してあげることによって、より分かりやすく。 することはできましたよ。という例ですね。なので、あのわからないようなものを作らないと読まなくちゃいけないようなものを作らないというところが、まず重要なポイントになります。それからですね。ここまでの中で皆さんにはですね。様々ないろんなベストプラクティスとか考え方をお話ししてきましたが、まあ、こういう話はですね。あの、残念ながら多くの人が聞いてこなかった話が多いのではないかと思います。私はこの講義をやった時に、みんなが皆さんがですね。 あの、驚いて変えられていった、あのことばかりです、基本的に。ということは、つまり、周囲の人はこういうことを知らないということなんですね。なので、あの、これから皆さん、さまざまなものをデザイン、まあ、つまり、ダッシュボードを作ったりしていくと思うんですけれども。その時にですね、何が欲しいかというふうに、ぜひ聞かないでいただきたいっていうのがありますと。で、なぜ、そういうことを言っているかというと、あの、知らないものをオーダーすることは、人はできません。 こんな例をいつもお話ししてるんですけれどもあの皆さんのですねあの今いるところにですね今ガチャッと人が入ってきましたとお着物を着ていらっしゃいますと江戸時代の人ですとでどうしたんですかと言ったらあのすごく急いだ様子でですねあ,のあなた何が欲しいんですかと聞いたらいや馬車が欲しいんですというふうに言いましたと。 馬車ですかとと困りましたねと今馬車って言ったらそうですねなんかウェスティンのホテルに行って結婚式の馬車でも借りますかみたいなでもとにかく急いでるんだというふうに言われてとても困っていますとでもよくよくその人の話を聞くとあのその人はですねあの今まあ東京にいて横浜まで急いで行きたいということなんです新横浜まで急いで行きたいということを言っているわけですとえだったらいや馬車ですかと。 ああななたこんなのありますよと新幹線ありますけどこれだったら15分で行けちゃいますけどっていう感じですよね。まあ、要は人は知らないものはオーダーできないんです。 なのであの皆さんがですねあのこれまでいろいろ学んださまざまなことっていうのは知らなかったことが多いと思うんですね。周りの人もきっと知らないと思います。なので皆さんが伝えなければならないと思うんですけれども、まあ、それにあたりですねあのダッシュボードって依頼されて作ることもかなり、まあ、これを見ていらっしゃる方はクリエイターソートの方が多いと思うのでかなり多いと思うんですけどその時にどんなダッシュボードを作ったらいいですかって聞くと大抵、まあ、こういうのが来ますと。 いやこれなんですと私が使ってるのはこれでこれですと言われると思うんですね。でもこれじゃないんですよね。これはこれで何がしたかったんですかっていうのを聞かないとこれになっちゃいますと。なので皆さんはぜひ聞くときに何が欲しいんですかというふうに聞かないでください。相手の方はまだ新幹線の存在を知りません。それを知ってしまえば絶対そっちの方がいいはずですよね。なのでえ皆さんはですねぜひ あのそういったあのことが、ね、ないようにあの、まあ、もちろんその怒らしちゃダメですよ相手をそんな,なんか変なけなすようなこと言ったら絶対ダメなんですけれども優しくですねあの、まあ、これもとっても素敵なんだけどあの実はあのもっといい方法がもしかしたらあるかもしれないから一緒に考えたいんですよというふうに伝えて、えー、皆さんはこのチャートから一体何を知ろうとしているのですかという質問を是非投げていただきたいなと。 でそして、えー、その先にあるですね場所に最高速のスピードで近づいてほしいなというふうに思っています。はいなんかパワーポイントが今固まっておりますね。お来た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 。はい、ということで、えー、とここまでですねビジュアルアナリティクスのプロセスとベスビジュアル化のベストプラクティスをですね今日はお話をしてきました。 でさらにですね、ビジュアル化のベストプラクティスの中では、プリアテンティブアトリビュートの話をしました。えー、10個の視覚属性で、全ての視覚表現が成り立っている。今日、これが一番大事なことです。これを覚えておくこと、あの10個を覚えておくことで、そしてあの10個とデータのタイプの相性。 覚えてておくくこととで皆さんの表現力は格段に上がっていくと思い思ますもう多分ね皆さんこれからチャートを見た時に自分たちはチャートを見てると思わないと思いますプリアテンティブアトリビュートの組み合わせでもって、えー、その表現を見ているというような感覚になっていくんじゃないかなと思うんですが是非、まあ、この考え方マスターしていただきたいと思います。 それからいくつか具体例として色や地図コンテキスト比較対象ダッシュボードそれから最後はあのデザインについての考え方とあのまあこれから皆さんがどういうふうにあの立ち回っていくべきかというところもお話をしていきました。 とということでで、えー、最後ですねあのもう一度繰り返しであのこの的なメッセージをお伝えしておこうと思うんですけれどもビジュアルアナリティクスというのは私たちの視覚能力ですねこれを活かして認識を拡大していくデータの表現方法ですということで今日は皆さんは脳の仕組みを通してですねビジュアル化がどれだけ皆さんにとって必要なのかどうか ということも含めててですね、えー、お話をししきました、えー、このねですね考え方を、えー、しっかり理解していただいて、まあ、実際その難しい話はそれほどなかったと思うんですよね。確かにそうだよね。聞いたら当たり前のことだよね。みたいなことばかりだったと思うんですね。なのでぜひですね、これをあのしっかりですね。まあ、ただ 当たり前すぎて言葉にできなかっったここととだと思うんですこれってなのであの自分の言葉にできるように私もこの話を何度もいろんなところでしながら言葉にしてきましたえ皆さんはこれを周囲の人に伝える義務があると思いますので是非ですねあの周りの人にえ伝えてほしいなというふうに思いますえ人はですね視覚能力を使うとよりいろんなことが考えられるようになるよりクリエイティブに生きることができると私は信じています ということで、えー、ビジュアルアナリティクスの、えー、ベストプラクティス、えー、アートサイエンス・オブ・ビジュアルアナリティクス、いかがでしたでしょうか。これはあのデータセイバー・ブートキャンプの中で最も、えー、人気の高かったですね、あのこれを受けたことで、えー、人生が変わった人もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、私自身もそうですが、あの皆さんのです、ね、そんなきっかけになるような、まあ、そういった、えー、コンテンツになっていれば嬉しいなというふうに思います。えー、今日もありがとうございました。